ほうことで始まりました基礎英文法講座ですね。今回は第1回目ということでですね。扱うのは自動詞と多動詞ってやつですね。まあわかりますよ。いやだなぁ。やりたくないよーって思う人いますよね。でもね、やんなきゃいけないんですよ。えー、どうしてもですかそうなんです。どうしてもやんなきゃいけないんですよ。やりたくないよって思ってもやんなきゃいけないんですよね。ね一緒に頑張っていきましょう。同志たちを。はい。 さてダダズベルしたところでやっていきたいと思いますがまず問題解いてみましょうかはいプー所に入るものは一体何でしょうですね。さあどれが入りますかもちろんね、えー、知ってるよそんなの超簡単って思った人はねパッとできただろうし初めてね併合やっていくってい人にとってはちょっと難しいなって思ったかもしれないですねそうですね,ですね went ってはい元々の動詞はそうそうそうこうですよね は訪問すするるとかっってていう風に習ってるやつですねでだミュージアム行ったあ,あ行っただから「ウェントだっつってですねスパーンとね引っかからないように気をつけてくで、ね、まあ前回のねイントロの授業でもね似たようなことを話したと思うんですけどどうですかウェントゴーですけどそうそうそう違うよね。We went to the museum っていう形でウェントの後ろにそう「トゥ」なきゃダメだったよね。 だから一番の選択肢はダメだったわけですよでこのほら to ってやつ名前ついてたよね知ってますか何子ってやつでしたそう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 。前置子とかっていうやつですね名前ねこれどうですか漢字ってねよくわからなかったら音読みをね訓読みにしてやると結構わかりやすかったりするんですけどはいこれどういう意味ですかそうそう,そう前だよねそうだからこれ前に置く言葉っていう意味なんですよで一応何の前に置くのって言ったらこれ実はね名詞 の前に置く言葉っていう意味なんですよ。それを前置詞って言うんだと思ってください。だからほら、to の後ろにこう名詞ね、これね、the museum っていう名詞が置かれてるわけなんですね。はい。こういうふうに名詞の前に置いてるのを前置詞っていうわけなんだ。じゃあ今度はね、go の方にね、えー、注目してこの動詞が一体何なんだっていうのを解説していきますね。はい。go っていうのはですね、お名前がついてるんですよ。それは自動詞っていうやつなんですけど。 自動詞で自動詞っていうのはですねイメージ的に言うとズバッてですね,このね腕がこうズバッてです、ね、伸びた感じなんですよ <laughs> こいつは前にある名詞だけを支えていることができるっていうそういう特殊,の特殊能力でもないそういう能力があると思ってくださいで動詞の前にある名詞のことを主語って言います、ね、まあほら「数とかなんか書いてるでしょあれですあれですね ね、これじにゃ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 じゃゃなないいでですすかね蛇が2体じゃないですよ、えー、前に置けるやつそれを集合って呼んでありますでこいつ1個しかお手手がないのでここにあるですね名詞ほったらかしですねほったらかされちゃうともう名詞はですね,ピエンですよね泣いちゃいますのでダメなんですよこんな状況にしちゃいけないんですよ私ほったらかされちゃったええー、へんっていうふうになっちゃうんですねそれに対してですね下見てみましょうか郷さんははいお手手がそうですね前に おてっますねそれに対してですね前置詞さんっていうのはそう名詞の前に置くことができる言葉って言いましたけどそう名詞の前に置いて後ろの名詞を支えてやることができるこれが前置詞なんですよ。はいほら見てごらんなさいえちゃんと「GO」が前の名詞を支えてやってるだから「We」はにっこりです でさらに to が後ろの The Museum っていうのを支えてやってる。だから Museum も支えられてにっこりです。だから自動詞っていうのが後ろに名詞を置いてやりたかったら前置詞っていうのを伴うんだなっていうのをきちんと押さえておいてくださいね。そうでした We go to the Museum。 これね、終わりにしちゃダメですからね。あ、そうか、自動詞の後ろ、名詞を置くためには前置詞が必要って、それを覚えても何の意味もないですから、そうじゃなくて、きちんと文で覚えましょう。ね。We go to the museum という形で覚えてください。そうすれば、あ,あ、go to であ、to の後ろに名詞が来るんだっていうね。そうだからわざわざ go to 名詞とかってね、覚える必要ありませんから。で、ちなみにこの前にいる人のねことを主語って言ったんですけどえ、後ろにいるやつのことを目的語って名前がついています。今はね、別に名前なんかどうでもいいですから、 で「おう」って書く人が多いですから、まあ、参考書とかね学校の授業とか見てて「あおう」って書いてあったらあ後ろにいる名刺の名前なんだなっていう風に覚えてやればいいです今の段階ではそれで構いませんね名前なんて後でいいですから「はい、ああそうなんだ」と覚えておいてくださいでまあ前置詞がここにあるから前置詞の目的語とかってねよく習うと思いますが「前置詞の後ろにいる名刺のことなんだな」と覚えてやればいいですで続いてですね「Visit」の方を見てやりましょうか「We visit the museum」という風になってますねで「Visit」っていうのはですねさっきの GO さんとは違ってですね 他動詞ってお名前がついてます。はい。で、他動詞っていうのはどういうものなのか。自動詞っていうのはですね、前の名詞をこう支えてやることができましたね。ねそれに対して他動詞っていうのはズワッつですね。二<ー>個目のお腕、お腕って腕を尊敬するのかな。が登場するんですよ。ね。こんな形。<laughs> こんな形。二つ目の名詞も支えてやることができる。これが。 他だだと思ってくださいですよでこれほら「ウィー前支えられてるニッコリで「後ろ」「TheMuseum 支えられてるニッコリっていうことではい両方ともニコニコですからこれ OK なんですね。じゃあ下どうですか?「Visit」は大手,手がそう前と後ろでね2本出てくるんですね。ズバッと出てきてはいズバッと出てきますね。 ではい「t、はい、は覚えてますねさっきやりました前置ってやつですね前地はどういう働きでした覚えてますねそう全地、ね、は後ろにそうズブワッつってですね手が出てくるわけですよねはいでだここであミュージアム支えられてるあウィー支えられてるこれでニ個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 かなって思うんですけど見てくださいほいこいつウィジットのお手手に何もないですねここがほら空っぽですねそうだからウィジットさんはピエンですね 泣いちゃうわけですよこういう風になっちゃいけないんです英語っていうのはね、えー、これダメなんですよ必ず支えてあげなきゃいけない全部ねはい。これが重要なんですだからお手手余っちゃいけないし名詞を支えるお手手が足りてない状況になってもダメなんです必ず全ての名詞が支えられてるし手も余ってない状況にしてやんなきゃいけないこれが英語のルールなんですよだこれが自動詞多動詞のイメージですということはわかりますねはい、どれが正解になるかっていうと そうです。ウェントの場合は、ね、支えてあげられないですね自動詞ですから「to が必要ですねそれに対して「v i s レ t であればそうですね「他動詞ですからこっちも支えられるしこっちも支えられるから OK っていうことになるわけですよでそれに対して「ヴィズレ t ト」だった場合はそうですね「to がミュージアムを支えられるけど「v i s i ット」がおてて2つですから1本おててが使われない状況になっちゃいますからダメってことになるわけですねじゃあ自動詞と「他動詞って一体何だったんだってことなんですが自動詞っていうのは 自分だけでいい動詞のことを言いますね。自分だけでオッケーですね。後ろに何か名詞を置きたかったら、そう前置詞さんの力を借りてやんなきゃいけない。それに対して他動詞は他の名詞がいる動詞ですね。はい、自分だけじゃなくて自分主語ってやつですけど、主語だけじゃなくて他の名詞もないといけないんだよっていうのがそれが他動詞なんです。わかりましたね。実際ね練習していくんですけども、これって本当に大事なんですよ。 例えばね、東大クラスとか総計クラスでも英作文やらすとね「えー、私ジョン見ました」とかっていうね簡単でしょ?「I looked at John」って言うんですけどこの「あと出てこないんですよ全然」「Look t John」って書く人がいっぱいいる勉強してるじゃない「あ l o o k at 名詞 Look at 名詞」名詞って覚えてますね それをだからダメなんですよ。look at 名詞で覚えるんじゃなくて looked at John っていう具体的な英文を覚えてください。フレーズを覚えてください。look at me でもいいですよ。私を見てるだけでもいいんです。フレーズ単位や文単位で覚えててください。それをやらないから実際、英作文するときに look と o John って東大クラスでブワーって書いてくるわけですよ。同じように、はい、ジョンの話を聞いただったら I listen to j o h n ですあ、ね、別に listen to って日本語は人を聞くって言えないですけどこれ人の言うことを聞くって言味ですね。で、listen to って、ね、習うでしょ。listen to music listen listen とかってね、listen、to to 習うのに書けないんですよ listen to 名詞で覚えてるから。具体例で覚えてください。listen to music とか。listen to the song とか。具体例を必ず覚えていってください。そうすれば勝手に look at 名詞、listen to 名詞なんていうのは出てくるわけです。実際やってみましょう。はい。じゃあ私はテーマパークに行きました。はい、なんて言いますか はい、すぐ出ますはい、I want to the theme park って言いますね。I want to the theme park そう、テーマって theme って言うんですよ英語では。I want to the theme park。はい、じゃあ、銀行に行きましただったら。ああ、知ってますよ、これだったら。I went to the bank でしょうっていうね。バンクっていうのはですね、アメリカに住んだり、アメリカに移住した日本人たちが言う通じなかった英語、ベスト10に必ず入りますからね。I went to the bank は通じない。えー、そうじゃない。これ、I went to the bank って言いますね。ですね。最初はオーバーでいいから、そうやって言ってください。I went to the bank。じゃあ次。はい、ジムに行きましただったら。 はい、前回のイントロで言いましたねはい「I went to the gym」必ずこの「THE」が入ってる状態で覚えてください「I went to the bank」「I went to the gym」こういった具体例を覚えていくっていうのが大事なんですよ、はい、じゃあ駅に行っただったらそう「I went to the station」ですねそうこういうのをパッ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 と出せるように練習してくださいそうすれば書けるようになるし話せるようになるんですよ <laughs> では最後にですね今日の英単語っていう形で紹介していきますねえ「Visit」ってやつですね「Visit」ってねみんなね訪問するって覚えるんですよでもね昔の人はねなぜ訪問するって訳したのかそれはね おをつけらられるからです、ね、そう多動詞ってねなんか「お」がつくやつっていうふうに勉強する人たちがいるんですよ結構ねだからきちんと「お」がつくほら多動詞だよって教えてくれてるわけなんですよでも多くの人はねお無視でしょただただ訪問するんですでさらに訪問するってなんで訳されてるのかってねちゃんと理由があるんですよそれは「Visit」ですねこの「Vis」っていうやつですけどなん、ね、かの単語と似てないですか?「Vision」とか「ね、視点」とか「Visual」「Visual」とかって言いますねそうなんですこれね見るって意味なんですよ うん、だこれ見に行くって意味ですこれ実はでなんでこれわざわざねじゃ訪問するそう行くとちょっと違うんですよ「Visit」っていうのは例えば、えー、I visited the zoo ですねはい、に行きましたでこれほらだって日本語だと「zoo を訪問するとは言わないでしょこれほら「zoo っていうのは動物とかを見に行くからなんですねでさっき「I visited the museum」っていうふうにねそう「ミュージアム」って何か作品を見に行くわけじゃんさらに「I visited John」って言いますよねそうこれジョンに会いに行くってことなんですよ で日本語だと「人を訪問する」って言えるから県を訪問する県の家を訪問するとか言えるからだからわざわざ訪問するって訳されてるんですけどあ見に行くなんだなって覚えていれば大丈夫ですね。そうだから必ずしも「GoTo」と同じになるわけじゃないですかね。っって言ったらうーん バンクを見に行く、えー、視察しに行くのかなとかねそういう風になっちゃうのでだからビジットってそっか誰かに会いに行くとか何かを見に行くんだなっていう風に知ってるといいですよはい、だからビジット多動詞だけで覚えるんじゃなくて、えー、そういった使い方っていうのもこれから覚えてってくださいはい、えー、ご視聴ありがとうございました高評価チャンネル登録それで始まりました基礎英文法講座の第二講になります今回はですね自動詞と多動詞の 2回目です前回ね自動詞っていうのはどういうものなのか他動詞っていうのはどういうものなのかっていうのを学んだと思うのでそれを使ってですね問題を解いてさらにその表現を使えるようになっていこうっていう感じですね、えー、前回は「Go」と「Visit」ですねどういう違いがあるんだっていうのとどうやって使えばいいのかっていうのを説明していきましたねでは見ていきましょう動詞と他のの回目の問題を見ますはい空所に入るのは一体何でしょう「We」なんとか「The Matter、ね」一番「Top」 2番、discussed3 番、looked4 番、listened、ね、さあ、これもね、知ってる人は知ってる、知ってる、ね、あ、matter 知ってますかこれ知らない人もまあいるかもしれないですけど、matter っていうのは問題って意味です。まあ、problem なんかと似てますね。problem はなんか聞いたことあるでしょ ?no problem とかってね、聞いたことありますが、物質とかって意味もあるんですけど、基本的には問題って意味だと思ってください。さあ、どれが入りますかえ、実はそうそう、これね、1個だけ仲間外れがあるんですよね。そこに気づいたかどうかなんですね。最初に言っちゃいますけど、これね。 talk くて、自動詞です。ね。discussed, 多動詞です。ね。looked, 自動詞です。listen, 自動詞です。タイトルが入りますかそうですね。もうわかりましたね。そうです。覚えてますね。そう。後ろに名詞を置くためには、多動詞を置いてやらなきゃいけないってやつですね。自動詞の場合だったら、そうそうそう、後ろに前置詞が必要だっていうふうにやりましたね。なんで、答えはこれですね。we discuss the matter っていうふうになります。多動詞っていうのを復習しますね。多動詞っていうのは、 イメージとすると、うわっつってですね、前にこう、腕をビャーンつって出てきてですね、はい、前の名詞を支えてやることができるし、さらに、うわっつってですね、後ろにもですね、うわっつって出てきて、後ろの名詞も支えてやることができるよ。で、名前覚えてますかはい、前に置かれてる名詞の名前何だったか覚えてますそうそうそう、集合っていう名前ですね。で、さらに後ろに置いてやるのは、そうそうそう、目的語っていう名前でしたね。で、他動詞っていうのは、主語さんとは、 他の名詞が出てくるんだよってことですね。そうですね。We と問題はイコールじゃないですからね。別のものですからね。はい。でこれで OK です。We discuss the matter。私たちはその問題について話し合ったっていうことになるんですよ。で本当にね、これね、Discuss about って言っちゃうんですよ。本当にね。で日本語だと、あ、ディスカス話し合う。問題についてだから、About っていうふうに入れちゃうんですよ。ダメですよ。入れちゃダメです。必ずこれで言ってください。これとっても大事なんですよ。本当にね、日本人も韓国人もトルコ人も。 留学するとね、みんなディスカッサーバウト、ディスカッバウトって言うんですよ。ダメです。そうするとね、えー、どうしてもやっぱ間違えちゃうんですよ。それだから日本語を英語に置き換えてるから、ね、そうじゃなくて、そのまま、We discuss the matter っていうこのフレーズで覚えてください。ね、わざわざディスカスター同士、ディスカスター同士とかですね、呪文のように唱えたり、ディスカスター同士、ディスカスター同士って書く必要はありません。We discuss the matter っていう一個の文を覚えればそれでいいんですよ。ね、そうすればもう、はい、ディスカスターの後ろに、はい、名詞来てんだから、こいつ多動詞だなって分かりますね。 そういういことですはいじゃあ練習してみましょうか私たちはそのスケジュールについて話し合いましたよっつったらねはい We discussed the schedule っていう風になりますね、はい、スケジュールってこういう風に書くんですよであとイギリス英語ではねちょっとあの、まあ、トイックとか受ける人ねシェジュールって、ね、発音されますのでえ気をつけてくださいあもちろんイギリス人の中にもスケジュールって発音する人はいっぱいいますよただねトイックとか受けるとはシェジュールって出てくるので気をつけてくださいこれリスニングで聞こえない人が多いはいじゃあ次は私たちはその計画について話し合ってた,たら そうですね。はい。We discuss the plan. というふうに、こうやって覚えていくんですよ。そうすれば、ディスカスが多動しとか自動車が、ね、悩む必要なんか全然ないんですね。We discuss the plan.We discuss the schedule. とかっていうふうに覚えていけばいいんです。で、例外なんか、えぇ、ー、辞書引いてる、自動車も乗ってます。みたいなです、ね、そんなん後でいいんですよ。 知ってますそんなこと。ね、ほとんどのところ、自動車てある人、よくってますから、ね。それ知ってんだけど、そんなマニアックなことを辞書を聞いて覚える暇があったら、こういった具体例を覚えてください。We discussed the plan, we discussed the schedule, we discussed the matter とかっていうふうに覚えなさい。<laughs> じゃあ次ですね。私たちは、ジョンについて話し合いましたって言った何て言いますえー、って何て言うのね。<laughs> そう、We discussed John ですからね。 こうすると、あなたたちの、ね、頭の中で、これ見るとね、頭の中で勝手に変換してるんですね。あ、私たちは、えっ、ー、と、ジョン、あ、人だ、ジョンと話し合ったって勝手にやっちゃうんですよ。それダメですよ。いいですね。これは、ディスカスっていうのは何とかについて話すっていう意味なんだから、はい、ジョンについて話したんだなっていうふうに分かってくださいね。まあ、ちなみに、ジョンと話すだったら、ウィズが必要ですね。はい。ね。We discussed the matter with John とかね。 はい、その問題についてジョンと話し合いましたとかっていうふうにやることだったら大丈夫です。こういうふうにね、勝手に日本語に置き換えないでね、これ何とかについてたからジョンについて話し合うですからね。はい、じゃあジョンについて話し合うっていうのをさっきで出てた talk を使って言うと、そう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 ですね。知ってる人はそうですね。Hey, we talked about John っていうふうになりますよね。そ、so, う talk っていうのは自動詞ですから、自動詞っていうのは前にです、ね、前に一本。 腕が出てる状況ですね、えー、それに対してジャンっていうのが名詞で自動詞さんだけだったら支えられないですから全置識さんっていうのの力を借りて全置詞は後ろに名詞を置くことができますからこういった形にしてやればウィーもちゃんと支えられてるジャンもちゃんと支えられてるっていうのでバッチリですね。全置詞に支えられてるこいつお名前は覚えてます、ね、そうそう目的ですね。前の目的語ってやつです だから、こういうふうに主語とは別の名詞のことを目的語って言うんだなって。喋っていきますから、徐々に覚えててください。まだ文法用語嫌い、何だかよくわかんないと思ってるかもしれないですけど、え徐々に覚えてってください。じゃあ、次行きましょうか。ジョンと話しただったらどうやってます私たちはジョンと話しました。その場合は、We talked to John とか、 we talk with john っていうふうにこうやって言いますね。まあ、だから全然意味が違いますよ、ね。そう、前置詞変わっちゃうと意味変わっちゃいますから、気をつけてください。でね、だからね、多くの人がこうやってね、覚えるでしょう。ね。まあ、これね、またいずれ、もうちょっと詳しくやるんですけど。talk to とか、talk with。人。 about こととかっていうふうに覚えるんですよ。トークトゥー人 about こと、トーク i t h 人 about こととかっていうふうにね、呪文のように覚えるんですけど、それじゃダメなんですよ。これやってる限り、いつまで経っても喋れないですから、ちゃんと、ね、I talked to John とか、I talked with John about the matter とか、計画だったら、About the plan。スケジュールだったら、About the schedule。ね、I talked with John about the schedule とかっていうふうに、ちゃんと分単位、 フレーズ単位で覚えてていってくださいね。そうすりゃこんなん勝手に出るでしょそういうのが大事なんですよはい、あ、で気をつけなければならない動詞っていうのがあるんですよこいつはですねいわゆる日本語に置き換えたら自動詞っぽいんだけど実際英語では多動詞ですよっていうキャラクターたちですこれ非常にややこしいんですね,ね例えばアプローチですねまあアプローチ近づいていくってやつなんですけどほんとねアプローチ to とかって書いちゃう人がすごく多いんですね,ねアプローチトゥジョンとかねジョンにアプローチしていくとかってやっちゃう人が多いんですけどトつけちゃダメなんですよ でたどり着くまあ確かに自動詞もあってね手を伸ばすとかっていう意味もあるんですけどす、ね、あそそうそう手を伸ばすかだからこれリーチが長いとかって言いですねこれ長さの意味があるんですけどねリーチっていうのはねつくっていう意味があるんですけどその時にリーチとどこどことかってねエンター入るだったらエンターイントゥどこどことかってね、えー、コンタクトだったらコンタクトー人とかってねやっちゃうでメリーだったらメリーウィズ人とかっていうふうにやってねこういう間違いがいっぱい出てくるもう東大クラスもボロボロですそんな間違いでみんなが間違い今喋りましたけどその間違いを一緒に 一生懸命覚えてアプローチとゥトゥはダメであるとかでリーチとゥトゥはダメであるはダメそこやってもしょうがないでしょう間違ったものを覚えてどうするんですか<スロー>使われている文を覚えりゃいいんですよそうすりゃ使えるようになるわけです例えばはい見てみましょうか We approached e dog dog のところねその犬のところにこうやって歩いてったアプローチしてったよっていう意味ですね<スロー>こうやって覚えるいいでしょうれら後ろに名詞取ってますかそんなもん多動詞に決まってるわけじゃない hey, We reached e station, reached the station. はい r e a c h の後ろにステーション来てますね だから、じゃあ、た動詞だなっていうふうにわかるでしょ。で、そういう時にほら、忘れないで、ね、監視。こういうのをやんないから、アプローチドッグとかですね、リーチステーションとかでやっちゃうわけですよ。かな、だとか、あ、入れてくださいね。はい、次。We enter the room. ですねはい部屋に入った。ですねこれもだから、We enter room にするんじゃなくて、We enter the room. っていうふうにやってください。We contacted the company. こういう風に覚えればいいんですよ。で、これは覚えていくときに、音で覚えていく。リスニングだったり、スピーキング対策として、文を覚えていくときに、ただただ読んじゃダメなんですよ。強弱をつけてきちんと読めるようになってほしい。そうしないと自然な英語にならないからなんですよ。強く読まれるものと弱く読まれるものをきちんと分けたいんですよ。We っていうのは代名詞だから強く読まれません。それに対して Approach っていうのは動詞なんで強く読めます。で、あの部分じゃなくて Row ですね。ここは強いですね。Approached. で、ザは漢詞ってやつで漢詞は強く生まれません。それに対して名詞っていうのは強く生まれますので、こうなります。ザ、こことここが強い。ローの音とダークが強い。だから、we p ィーアパー the dog っていうふうに覚えます。同じように、r e ウィー station ね音節って言われるやつですけど、今わかんなくていいですけど、一単語でもどっちが、ね、強く生まれるのかっていうのを覚えていかなきゃいけないんですけど、まあ、それは後々やっていくべきです。だからこういうのも、we reached the station っていうふうなんですね。次も、enter でこれだったらコンタク o カンパニーですね。ではこれも「We contacted the company」に強いところと弱いところっていうのを意識しながら読んでいくっていうのが大事になります。はいではですね今日の英単語をやっていきますね。今日の英単語は「Mary」。 っていう単語ですねメ e d っていうのは結婚するってやつですけどもともとねこれね若い男の人っていう意味のね、えー、単語は実はここの部分なんですけど、えー、そこから夫っていう意味がねここに生まれてでその夫が妻を持つっていう意味のね動詞になって、えー、生まれた単語って言われてますでこいつはね使い方が非常に間違いやすいので気をつけなきゃいけません例えばジョンがスーザンと結婚しましたっていう時ですけどジ h ン married スーザン ウィズをつけちゃダメですよそのまま「John married Susan」っていうふうに言ってやってくださいでこれが何でよく問われるのかっていうと他の表現があるからなんですねこういうふうにも言えるんですよ「John got married to Susan get married to」ですねこれでも結婚するという意味になりますね まあ、受動体とかって言われるやつですけど、まあ、名前はどうでもいいですで。そういった表現があるんだなっていうふうにしておいてください。これで覚えておいてください。John got married to Susan。で、ここを w i t h にしちゃう人が多いってことです。まあ、確かにネイティブの中では若干 w i t h にしてる人いるんですけど、でも、一応 To で覚えてください。入試とかではこれで覚えなきゃいけないですから、John got married to Susan。さらには、John は Susan と結婚していますっていうときに、 John i s m a r d to Susan っていうふうに出てきます。なので、この get married to とか be married to ってやつですが、こっちは結婚するで、こっちは結婚しているみたいな意味になるんですけども、まあ、同じ意味だと思ってる人結構いるので、ちょっと分けてみましたけど、はい、この3つの用法っていうのが入試では問われやすいので、えー、きちんとね、John married Susan, John get married to Susan, John is married to Susan っていうふうに覚えてください。もちろんいいですよ。あなたが結婚したい人の名前をここに入れて、ね、それでやって覚えていけばそれでいいわけですね。だから、mary で、mary 人、get married to 人 be married to 人って覚えるんじゃなくて具体的な文で覚えていってくださいそうすれば使えるようになりますからはいということで、えー、今回の授業はここまでですはいいチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。 Well, there. 始まりまりした基礎英文法講座第3項ですね今回はですね、第2文系とかっていう謎の名前のキャラクターになりますね。全然名前は気にしなくていいですから、一体どういうものなのかっていうのを見ていきましょう。はい、それでは行ってみますね。第2文系を、まずいつもの通り問題を解いてみましょう。はい、空所に入るのは一体どれってやつです。John と、あ、c ク o ーって書いてあって、タ k e d マント、t Looked っってなってなますねさあどれが入りますかどうですか難しかったですかいやもうこんなん知ってるよ当たり前だよって思ってた人も多分いっぱいいると思いますね。うもうね覚えてるよね。タークとか w e n トとか o ックとねやったよねそう自動詞ってやつね。前にある名詞だけを支えてやれるやつだって言ったよねそう腕がビュワーッつって出、ね、るやつだって言ったやつです。なんでタークだった場合前に腕がビヨンって出ても後ろにこれね支えらんない。だからターク人って来てるから。 そうそうそう。t a l k to a doctor とか talked with a doctor っていうふうにするいいですね。それだったらドクターと話したらだし、まあドクターについてだったら talked about a doctor ね。 は、went は、そう、to が必要だね。john went to your doctor。お医者さんのとこ行ったよっていうふうになるね。look だったら、そう、at つければ、john looked at the doctor。はい、ドクターを見ました。これ、like つけて、look like にすりゃいいじゃんって思った人、次の動画でやりましたけど、look like ってやると、なんとかのように見える。この john looked like a doctor つったら、お医者さんのように見えるです。この like 全知なんで気をつけてね。 「ジョン」「見る」「好き」「医者」とかってやっちゃダメですからねこれねジョンはお医者さんのように見えたってです。で4つ目知ってますか「became」ってこれそうなんとかになるってやつですね。 ってやつです。こいつの場合だと、後ろに名詞を置いてやることができるんですよ。一二三は何かしら前置詞の力を借りないと、後ろに名詞を置けない。リカムは前置詞を後ろに置かなくても使えるやつなんだよ。<laughs> だから答えはジャンピケ。またアクチュ。ってことは、はい、前に名詞を置ける。はい、ズバって出てきて、はい、名詞を置ける。はい、はい、はい。で、なんて名前でした。そう、そう、そう。主語って名前でしたね。で、後ろにも名詞を置ける。 こうなるわけですけどあれこうするとはいこの時ここは何でしたそう目的語って習ったねでも今回は目的語じゃないんですよ保護ってね謎のカンプレメントってやつですけどそんな知らなくてもいいですこいつは目的語ってやつじゃなくて保護っていうお名前になるんですよえなんでなんで後ろに名詞いたらおうって習ったよえー、だから他動詞なんだよないのビカムはってねえ覚えてます後ろにどういう名詞がいたらおうって言ったか覚えてます そそそうそうそう。後ろに他のの名詞を持つのが多動詞ですね。今回ねジョンはお医者さんになったってことはジョンはお医者さんなんですよだからこれ他の名詞じゃないんですよ同じ名詞なんですよでその同じ名詞になる場合はまあこれよくこう学校でも参考書でもこうねイコールとかって習うんですけどこの主語と同じ名詞の場合は保護って名前に変わるんですよ。だからよく「主語」と「イコール」になる名詞とかっていう風になるわけですね。丸名って書いい、詞です。はい、こんな や,やこしいか。しよくか。はい。仕事イコールになる名詞は保護っていう名前がつくっていうふうに覚えてください。で、一応動詞ね、これ今まで書いてこなかったですけどね、V ですね、V ネックみたいなってた。SVC の形を取るやつは、第二文型って名前が付いてます。別に名前はどうでもいいんですけど、ああ、こういうやつなんだと思って、それで学校で習ったとか参考書を読んでて、第二文型って書いてあったら、S イコール C っていうやつのことなんだなっていうふうに覚えとけば OK です。他動詞の場合、ね、SVO、その場合は他の名詞が必要。それに対して SVC は主語と同じ名詞だよイコールになる名詞がいるんだよっていう風に覚えてください。で他にもね第2文型取れるのでね一番有名なのがします B 動詞ってやつですね。ジョンは医者ですって言った場合はそうそうそう。John is a doctor ね。はい B 動詞ってやつがいますね。ここね is. A, B 動詞さんがいてを前の名詞を持ってますね。はい前の名詞は主語って名前ですね。で後ろに ドクターっていうまた名詞を持ってますよね。ジョンとお医者さんは同じですね。イコールだから、だから保護っていう名前になるんだっていう風に覚えておこう。超簡単。知ってるよ、こんなの当たり前じゃんって思ってますね。思ってるけど、あ、抜けますから。喋ったり書いたりするときはジョンイズ・ドクターって言っちゃう人が山ほどいますから。あとね、発音きちんと覚えておきたいんですけど、B 動詞って、 弱く読まれるっていうのを忘れないでください。前の授業で動詞っていうのは強く読まれるんですけど B e 動詞は例外として、ね、こいつは弱く読まれるっていうのを忘れないでください。弱音である。ただからこれ「John is a doctor」って読んじゃダメですね。「John is って「is」が弱い。そして「a」r は覚えてますね。監詞は弱いだから。 だからこれが John is a doctor っていう風に読めるようになってくださいね John is a doctor じゃなくて John is a doctor っていう風に覚えてくださいいずれやってるけどそう弱い音ってねくっつきやすくなるんだよ John is a とかってねなんでくっつくんだろうって思ってるんですけどそう弱音がくっつくっていうのをね知らなきゃいけないそうなんか連結をきちんと覚えていけって言うんですけど 弱音強音強がかかかんんんななないいと連結なんて分かんないですからだからリスニングでよくわかんないです。聞こえないです。って言うんですけど、そう、このね、強弱をつける練習をしていかないと聞こえのようにはならないんですよ。じゃあ次、ちょっとレベル上げて、はい、ジョンは背の高い男の子ですって言ったら何になりますはい、こうですね。ジョン is a tall boy っていうふうになりますね。はい、いいですかあ忘れちゃダメですよ。tall がくっついた途端にね、ああ、忘れちゃおうとかっていう人いっぱいいますね。まず、はい、イーズが、はい、前の名詞支えて、 で、後ろのこのね、後覚えっていうのも支えてますね。イコール関係が成り立っているときには。で、こういうふうに。s ス c ーシという形で、イコール関係が成り立ちます。 新しいキャラクター出てきましたね。こいつそうタウってやつですね。タウって何したか分かるんです？うん。形容詞ってやつですね。なんだかよく分かんないよっていうんですよね。形容詞っていうのは日本語にしたときにまあ高いとか大きい小さいとか嬉しいとかねいで終わるやつが形容詞なことが多いですね。でこれも性能高いってやつですね。で形容詞っていうのはなんてなってます、ね？そうそうそうよそう。名詞を修飾するよとかっていうふうになうよね。名詞を修飾するんだっていうふうになりますね。性能高い少年だ。じゃあ修飾って 何仕事をゲットすること違いますよ多くの人がね意味わからずに使ってんですよあこれ意味わかります前に言ったよねオン読みでよくわかんなかったら訓読みにしてみろ納める飾るですかえ基本的に同じ意味ですこれねどちらも飾るって意味です名詞を飾っていることがあ形容詞なんだってことなんですけどじゃあどうして飾るのはいまずここに girls って書いてますねまあ、発音難しいですね girls、はい、女の子たちって書いてあってここに形容詞1個入れてくださいって言ったら何入れますか はいまあ、いろんなのを考えつくかもしれないですけど出てくるのはそうねキュートとかプ r e t t とかビューティフ f っていうのが出てきますねあのアグリーブサイクとかで入れないですね、はい、でプ r e t t ーガ i ースっていうふうにじゃあ入れてみましょうか はい、かわいいって言えばですね。じゃあ、こうすると、一体どんなことが起こるかわかります女の子が何人かクラスにいるとしますね。いや、うち男子校ですって言われて何も言えねえ。だったら、何でもいいです。AKB でも SKE でも何でもいいですから、はい。このグループがいて、その中で Girls がいますね。形容詞は Pretty っていうのをつけますね。そうするとどうなりますかここの人数、どうなりますクラスの中にいる Girls の中、48グループの中で Pretty っていうのをつけると、はい、はい。僕が言ったわけじゃないです。あなたが答えてるんですかね。数が減るって言いましたね。みんなね、今ね。数が今減ったでしょ。あなたは形容詞っていうので、 飾ってあげたことによってこの女の子たちを限定したんですよ、えー、限定用法とかって習ったりするやつなんですよ知らなきゃ今はねこういう意味ですだいっぱいいたものを飾ることによって数を減らしているこれを就職って言うんですよっていうと置いたとしてこいつの前に一個なんか置いてくださいって言ったら何も起きますはいそうね大体多くの人は very を置きますよね very cute girls っていうふうになりますね。で、まあ、この cute っていうのが可愛いいで起こってますね、はい。形容詞。で、この very っては何しかしてますそう、副詞ってやつですね。副詞っていうのは名詞じゃないキャラクターを就職するときに出てくるやつだって覚えてください。だから、こいつは名詞じゃないキャラクターを就職するんで、cute を就職してやりますね。で、こうしたらさ、はい、ね、あなたのクラスの女の子、そして48グループの、ね、女の子たちいますね。はい、それで、cute で、はい、これで、はい、very cute girls ってやったら、 どうなりますそう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 さらに数が減った 私が言ったわけですあ,あなたの心をただ読んだだけですからねもしかしたら同数かもしれない、ね、時々いるんですよ授業でやるとね増えましたやとかいうねそういうのは偽善者って言うんですよしてました、はい、らさらに減ったでしょそうだからさらに限定されましたねそうなんですよ就職していくとどん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 限定されるんですよ飾ってやることによって特定できるようにしてやるんですよじゃあ戻りましょうじゃあねえはターバイじゃあ汗の高い男の子だって言うんですけどそんな男の子なんて見りゃ分かるじゃんあお前男だいや実はタイで そんなんどうでもいいですけどはい大体見りゃ分かるわけですよ見りゃ分かるからいらんじゃんってなるんですよこのねあボーイっていうのいりませんよっていうことが起きるんですよだからジャネッターっていうのが出てくるわけですそうすると B 動詞の後ろに形容詞だけ単体で出てくることがありますね SV っっててて書いてあってでここに C っていう風になるんですけどさっきは名詞でしたけど名詞だけじゃなくて形容詞単体でも「C」っていう風に出てくることがあるんだっていう風に覚えといてください。学校の授業とかでね形容詞の働き何ですかって言ったらよくそう名詞を就職しますよっていうのと保護になりますっていう風に覚えさせられるんですけどそういう意味ですす基本的には名詞を就職するんです。 でもわざわざさ就職する名刺なんか置かなくていいじゃんっていう時はそのまま形容詞単体で使われることがあるんだっていうふうに覚えておいてください。で一応で、ね、第何とか文系っていうのがあるのでそれを説明しておきますね。第一文型っていうのは主語と動詞しかないよってやつのことだと思ってください。で後ろに名詞を置きたい時は 全知詞の力を借りなきゃいけないよっていうやつです。The We live in Tokyo とかね、東京住んでますとか、We want to Tokyo, 東京行ったよとかね、やりましたね。Live in とか g o to とか知ってますよね、はい。そういうやつのことは、あ、第一文型だなって言って覚えてくださいで。だからほとんどの場合は、後ろに全知詞足す名詞が続きます。 で、でこういういいはあんま多くないですよそんなにたくさんいないのでああそういうのを第一文型っていうんだなふーんまあ自分自身は別にそんな名前覚える必要はそんなないと思ってるけど学校のテスト出ちゃうかもしれないですからこういうふうに覚えておきましょうでそれに対して第二文型っていうのが SVC って書いてるやつですが、ね、後ろに名詞が来てどういう名詞でしたそうそうそう主語とイコールの時でしたねそう後ろの主語とイコールになっている名詞が来てる場合は第二文型っていうと。 で、わざわざ、ジョンはもう男だとかね、男の子だっていうの見りゃわかるから、そんな言わなくてもいい。そういうときには、ジョン became happy っていう形容詞単体で出てくることもあるよ。そうだから名詞が来ることもあるし、形容詞単体で来ることもあるよ。で、そのときに忘れないでね、そう名詞のときに、このね、あとかついてる状態で覚えてくださいね。ジョン is a doctor. ジョン became happy. で、これね、We bought a car とか、I love you とかですね、SVO、まあ、第三文系とかっていう名前がついてます。こいつの場合は、いわゆる多動詞ってキャラクターが出てきて、We bought our car って、はい、私たちは車ですかなわけないですね。車どういうことだね。単数複数も違うし。イコールじゃないですね。イコールじゃないときには、目的語をって名前がつくんだなっていうふうに覚えてくださいね。I love you、そうですね,ね。私とあなたが出てきて、いやいや、私とあなたは一心同体なの。無理です。一体にはなりません。だから、 SV? Oui. 大音になんですか「いやだ一緒じゃなきゃだ SVC です」とか言わないでくださいね無理なんですわかりましただいぶね噛み砕いて説明しましたけどこういった形なんだなっていうふうに覚えてください 2> 第二文型 SVC ってやつです SVC っていうのは主語と動詞の後ろの名詞がイコールになるんだ時にはそんな名詞言わなくたってわかるじゃんっていう時に形容詞だけで出てくることもあるよだしっていうのには名詞と形容詞っていうのが出てくるんだで形容詞っていうのは名詞を修飾するかこういった保護っていうものになるんだっていうのを覚えてください 厄介だと思いますけどさっきやった具体的な文を覚えてやっていけば大丈夫ですねぜひ活用してくださいそれで始まりました基礎英文法講座ですね今回は第二文型の二回目になりますね前回は第二文型と形容詞の働きっていうのを説明したんですけどもじゃあ見ていきましょうかいつも通り問題を解いてますねさあ今回ジャンなんとかスマートって書いてありますがいいですか 説問読んでねそう空所に入らないものですからねここ忘れないでね「is looks like appears sounds」っていうふうに書いてますが、はい、では見ていきますがはい「John」っていうね、まあ、いつも通り名詞があってで動詞のとこは「クーラン」ですねもう毎度のパターンになってきましたがスマートはい何詞ですかそうスマートっていうのは形容詞ですね賢いっていう意味です もう大丈夫だよよねね細いいっっててで使なす結構昔はいたらしいんですけど今の子たちどうなんですえ、スマートフォンって薄い細い電話だと思ってたんですか賢いって意味ですかね。で前回やりました形容詞っていうのはどういう働きがあるんでしょうそうそうそう名刺を就職するよってやつか保護になるよっていう2つの役割があるよってですね今回どっちですか保護になるしかないでしょそう後ろに就職する名刺なんかいないですからだから C ってやつです。はい S VC ですねこの C っていうのを取れないのはどれでしょうって言ってるんですよ。見てみますね。B 同士、ジ n ンネ s m マ r t はい、ジョンは賢い。何の問題もないですね。2番、ジ h ン looks like smart。これやっちゃう人いるんですよ。違うよ。これダメですね。前回ちょこっと話しましたね。そう、次回の授業で言うよって言ったやつですけど、はい、この looks like って出てきた場合の like は何しですかそう、全知なんですよ、こいつ。い動詞じゃないですからね。 見える、好きじゃないですよ。なんとかのように見えるっていう意味なんですけど、はい、全知の後ろには何が来るんですよ。そうそうそう、名詞ですね。これ最初の頃やりましたね。復習しながらやっていきますから、必ず。復習っても、リベンジじゃないですよ。ちゃんと習ったことをレビューですね。また見ながらやっていきますので。では、前知詞は名詞の前におかる、はい。で、慶応詞てきてから。 そうおかしいですね絶対ダメなんですよ。こんなんやっちゃダメです。あちなみに、like を消してやる OK ですよ。look smart だったら OK です、えー。賢く見えるです。で、これと似てて、硬い単語がこれ appears ってやつです。john appears smart って言った場合、同じ意味です。john は賢そうに見えるって意味です。硬い表現ですけど、こいつも見えるっていう意味です。で、次は4番が john sounds smart。john は賢そうに聞こえるってことですね。 だからジョンっていうのに音があるわけじゃないですよジョンさんの音じゃなくてジョンがなんか賢いこと言ってるように聞こえるよってね「ルック」っていうのはそう後ろにそのまま形容詞を組んだってますねだからジョンはうれしそうだよって言ったら何て言いますかジョンは幸せそうだよって言ったらそうそうそうジョン looks happy っていうふうになりますねだこれ間違いないねジョン looks like happy って書いちゃう人にすごいいっぱいいるんですよでこれで一生懸命書いて覚えるんですねいいですか「ルック」形容詞「ルック」 like とかでね覚える人がいるんですけど英文で覚えてください。これをわざわざ形容詞名詞とかで覚えるんじゃなくてはい、ジョン looks happy。あ、後ろに形容詞来てるなってなりますね。そう具体例で覚えてください,、はい。じゃあ、ジョンは悲しそうに見えるだったらそう、ジョン looks sad となりますね。ちょっとジョン っっちゃってるよやばいよあいつっていう場合だったらジョン looks crazy そうですねジョン looks crazy っていうふうになれば OK ですねじゃあ次行きましょうョンは学生の読み j ジョン looks like a student はい名詞を置く場合は 全ョの looks like a student. こ、ね、あるんですよ、僕もね。だこんな格好でしょイベントごとに行ったらさ、こんな格好ですから、生徒だとね、勘違いされてね、えー、どうしたの遅いねとかってね、よく言われる話、はい。ステューデントのように見られる。えー、ととですなんで、look, like、名詞で覚えるんじゃなくて、John looks like a student とかっていうふうに具体例で覚えてください。そうすれば勝手にルールなんていうのは出てくるわけですから、はい。じゃあ、ジョンは教授のように見えるようだったら、ね、大学の教授になったら、 John looks like a professor. プロフェッ o ー。フェッのところが強いですね。Like、あ、覚えてますね。どこが強く読まれるか。John 強いですね。名詞。はい、look、動詞だから強い。like は、置詞。置詞は弱いですね。あは、そう、監視弱いですね。professor って言って、ここが強くですね。だから、John looks like a professor。 っていう,ふうになるで、よくさ、ライカ、ライカとかってさ、言うじゃないラップの歌で、ライカなんとかとかって言ってますから、あれ、なんでライカって,ってこれがくっついてるからですね。前置詞と監視って弱い音だから、弱い音だわ、うんです、ね、連結されることが多いわけですよね。っね突くっつくことが多いわけなんですよ。だから、ライカとかって言われるわけ。だそのさっきやったのもそうですね。じジョン、Lux、Liker。 student っていうふうになるわけですね。大規模上がったりして、John looks like a student っていうふうになるわけです。他にもね、例えば、John looks like a nice guy あすごいいい人っぽいよみたいなね、nice guy っぽいよみたいなで、えー、よく言ったりするわけですね。じゃあ次、サウンドの方練習しましょう。なんとかのように聞こえるよってですね。John なんか声聞いたらうれしそうだったよって言ったら、John の声聞いたんだけど、John すごいうれしそうに喋ってたよって言ったら、はい、John sounds happy こういうふうにいるんですよ。日本語は誰々が幸せに聞こえるって言えないんですけど、英語はいるんですね。John sounds happy っっていう,ふうに言ったりすすることが可能ですじゃあ逆に、はい、ジョン悲しそうな声だったら、そう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 。ね、ジョンさん 's sad っていうふうに言うことができるんですよ。じゃあ次、ジョンさ、喋り方もなんか、うちのお父さんみたいなんだけども、何ガミガミ、バリバリ、ボキボキじゃねえし、なんだ <laughs> そうすごいうっさいのよみたいなね,ね。そういう時なんて言いますこうやって言うんですよ。ジョンさん 's sounds like my father! ね、そうなんですよ、ね。うちのお父さんみたいっていうので、ジョンさん 's like my father! みたいな形で言うことも実はできたりするんですね。 あ、これ強く読まれるのちなみにどこですか、ね、はい、ちゃんとサン s ね。はい、like は弱いですね。my はそう、弱いですかね。代名詞は弱いからね。like my father ですね。はい、ねまあ。いずれ発音についてはやりますけど、これね、father って読んでる人多いですけど、father ですからね。もうちょっと口を大きくかけて言ってください。ジャン、sounds like my father。はい、ちゃんと強弱つけてね発音していきましょうね。じゃあ次。あんまりね、sounds like で人が主語くるの文でそんな見たことないと思いますけど、じゃあ、それいいアイディアだねってなんて言いますかそれいい考えだねって言ったら、 Like like、これはめっちゃ使う。トイックとかでもすごいよく出てくるんだけど、すごくよく使う表現なんで、これはもうフレーズとして覚えておくとですね。わざわざサウンド・ライク・名詞とかって覚える必要ないですねああ。これどこ強くやります That は弱いですね。代名詞は弱いんですよ。サウンド。はい、ライク・ゼンは弱い。はい、あ、感じは弱い。はい、グッドは形容詞ですね。形容詞は強い。はい、こういうふうにやりますね。t h a t sounds like a good idea っていうふうになりますね。 Sounds like a good idea っていうふうになるわけです。はい。こうやって具体例を覚えていきましょうね。で、次が、そう、appear っていう動詞ですよね。さっきのね。なんとかに見えるっていう場合に、appear も使えない。そう、john looks happy っていうのも言えるんだけど、john appears happy って言えば硬い表現ですね。非常に硬い表現なんですが、こういう表現もあるんだなっていうふうに知っておいてください。john appears happy ジョンは幸せそうに見えるよってやつです。はい。じゃあ次。はい。ジョン悲しそうに見えるだったら、これ使って。 そう。ジョン appears stat. こ、ね、ういうふうに、あ形容詞を置くんだなっていうふうに思ってください。でね、appear はね、実は名詞も置くことができるんですよ、後ろに。あ、ここね、ハイレベルですよ。ハイレベルだからね、よく聞いておいてくださいね。これランク対でも重要ですけど、後ろに名詞を置く場合は、普通、まあ別に appear の後ろに名詞を置いてもいいんだけど、普通、名詞を置く場合は、to be っていうのをくっつけています。John appears to be a manager. っていうふうに言います。ジョンはマネージャーさんのように見えるよっていうふうに言います。To be をつけて名詞を使うことが多いです。でもすごい硬い表現ですよ。であ、ちなみに To be, to ってね、弱く読まれます。で、be も弱く読まれますね。これ、ジョン appears to be a manager っていうふうになりますね。で、マネージャーってね、気をつけてね、なんかね、日本だとさ、マネージャーって聞くとさ、はい、先輩、はい、タオルっていうね、男の心をたぶらかす生き物のことだと思ってる人多いですね。マネージャーっていうのは、マネージするんですよ。ね、マネージかわかんないですかマネージするんで、管理する人ですね。 だから、管理するお偉いさんのことだと思ってくださいね。上司的な存在になる人たちのことだと思ってください。ですね。たぶらかす女子じゃなくてで、上司ですので間違えないでくださいね。はい。ね。だから、店長とかって訳すとさ、また、え、店長っていつもさ、遅れてやってくる全然ダメ人間でしょとかってね、そういう風に思う人もいるんですけど、違いますからね。偉い人だと思ってくださいね。そう。とか、ジョン、はなんか、偉い、なんかお偉いさんじゃないのみたいなね。そんな感じに見えるんだけど、みたいな、そういう意味だと思ってください。はい。ジョンはね、すごいいい人っぽいよ。って さっきの John appears to be a nice guy そうなんで appear 後ろに名詞も取れるんだけど普通名詞置く場合は to be っていうのがつくんだよっていうふうに知っておいてくださいはいじゃあもう少し詳しくやってみましょう最後今日の英単語ってやつですが appear っていう単語ですね appear には、まあ、知ってる人もいると思うんですけど意味が二つありますねなんとなんですかそうそうそうさっきやったなんとかに見えるっていう意味とそう出現するっていうね二つの意味があるね。で出現するっていうのを2語で言うとなんかわかりますか show up とかねそう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  結構有名でね, <Sure. S 1> ねあ何でもいいですよ、He appeared でね、John appeared、ああ、John 来たよとそういうふうに言ったりとか、John showed up とかね、現れたよっていうふうに言うことができるんですが、 これ2つ意味があるので厄介なね時が出てきちゃうんですよ。動詞の時は全然難しくないんですよすぐ文見ればわかるんですよ。アピアの後ろに形容詞とか来てればあ何とかに見えるっていう意味だしアピ r o オンステージみたいな形になれば後ろに前置詞プラス名詞来てるから出現だなとかってね分かったりするんだけど名詞の時はちょっと厄介なんで、ね、この「アピアランス」っていうのをきちんと押さえておきましょう。アピアっていうのが出現すると何とかに見えるっていう意味があるので見た目っていう意味と出現っていう2つの意味があるので。 気をつけてくださいこれがややこしいんですよ。なんで、はい、スフアピアンス彼の身体的な見た目ですねそうそう。彼の見た目、体の見た目っていう意味と。彼の突然の出現ですね。はい、突然の見た目ってわかんないですからすね。ね体の出現。体の出現すごいねそれ。はい、みたいなね、はい。で、一応だから文脈とかこういうくっついてるもので分かることはできるので、そんなに心配しないでください。 でなんで2つも意味があるのさって思うんですけどいや簡単じゃん「出現する」っていうのも「見た目」っていうのもこの「まあ、ピ e r のところなんですけど「アピア」のねそうここが実は「見る」っていう意味なんだけどね見るとか「見える」っていう意味なのさ。 だ見えるようになったら出現でしょまあ漢字の出現の弦の字にも見るがついてますね出てきて見えるようになればそれは出現見た目もそうですね見えるだからそうどちらも見えるつながりなんですよ名詞の場合に意味が2つあって見分けなきゃいけないなんて問題も出題されることがあるので、えー、きちんと覚えておきましょうということでしたまあこんな感じで、ね、やっていきますので是非ですねこの動画良かったらグッドボタン高評価そしてチャンネル登録をお願いします では始まりました「基礎英文法講座第2文型の今回は第3回になりますね。これ結構手弱いんですね。では行きましょう。さあ早速いつものように問題を解いてみましょう。はい。空所に入るのは一体どれでしょうさあどうでしょう John and Ken とか Good friends. どうですか まあ解けた人はスッと解けたかもいいしこれねハイレベルな人でも間違っちゃったりすることもあるので一応やっていきましょうね今回守護さんって言われるやつがジョン・ケンっていうね2人になりましたけども空欄にはいつもの通り動詞が入りますでもう覚えてねはい動詞ってなんか V って書くそして前に来る名詞なんか S って書かれるなっていうのはもうこれ覚えておいてくださいはいそしてはい後ろに今度はグッドフレンズっていうまた名詞がやってきましたねとグッドっていうのは何詞ですかそう形容詞ですね で形容詞っていうの,のの働き覚えてますか毎回復習してきますからね。いや、この動画初めて見るんですけどっていう人は前に戻ってみてくださいね。グッドっていうのは、そうそうそう、名詞を就職するっていうやつか保護になるってやつね。今回どっちですかそう、フレンズっていうのがいますから、ああ、名詞を就職してやるんだなっていうのが分かりますね。さあ、どれが入るでしょうえ答えは 実は1番,番の Remaind だけ後ろに名詞を置くことができます。Look の場合だったらそう Like、ね、つけてやってくださいね。ね、LookedLike だったら何とかのように見えるっていうやつで後ろに名詞を置ける。前置詞ですね。この Like は、ね。仲のいい友達に見えたよ。実は裏では。あいつ、最悪だよ。みたいなね。はい、そういう感じだったよって言いますね。で、3番は、サンデットは,いはそう。これも同じですね。Like だったら OK と。サンデット Like と。 So they like、good friends. だったらね、こう、誰かが他の人がいるときは、ニコニコニコって喋っててね、すごい仲良い,い友達のようにするけど、裏では、そんとの最悪だみたいな、ね。そういう感じになると。<laughs> で、come、ね、はい、come 全然こういう形取れませんので、そうそう、became とかだったらね、OK ですこれになりましたね。いいお友達になりましたよとかだったら全然構いません。で、remain っていうのはですね、なんとかのままだったっていう意味です。で、仲のいい友達のままだったよっていう意味です。はい、John and Ken remained good friends. ジョンとケンっていうのは、ままだったって言って、はい、これは、そうそうそう、C ですね、方護って目的語っていうのはそう、主語とは別の名詞ですよね。方語 C さんっていうのは、主語と同じ場合でしたね。彼らはいい友達、そう、イコールですから、これね。 な r e m a i n っていうのも SVC 第二文型っていう形を取ることができるんだっていうのがポイントになるわけですね。r e m a i n の後ろに名詞来てるやつあんまり確かに見ないよね。これ結構盲点になっちゃったりするので難関大学の。なんで知っておいてください。で SVC の C の位置に来るのって名詞だけじゃなくてそう形容詞も来ることがありますね。じゃあジョンは黙ってたジョンは静かなままだったってなんて言いますそう。 ジョン remained silent っていう風に形容詞だけが来ることもありますね。でこの形容詞このサイレントですね。間違いやすいので気をつけてください。ライティングでこれサイレンスって書いちゃう人結構いるので、ジョン remained silent ってやっちゃダメですよ。ジョンは静けさのままだった。ジョンさんイコール静けさになっちゃいますから、そうじゃありませんです、ね。ジョンは静かな状態のままだった。こういう風に名詞も置けるし、形容詞も置けるよ保護になるんだよって。はい、これ復習ですよ。復讐って言ってもリベンジじゃないですからね。このくだりもやりました。でもうちょっと インドよりも硬さを落としたバージョンのね単語があるんですよなんとかのままだったっていうのでもうちょっと優しい単語してますここですね John stayed silent っていう形に stay っていうのも取れますもちろん stay ってね滞在するっていう stay at t h o t e l とかねそういうので有名ですけどこういった形で silent っていう形容詞も置くことが可能ですで、まあ、形はお答ですね John stayed silent 一応ね stay も後ろに名詞を取ることはできるっていうんですか。見ることはまずないと思ってくださいほとんど形容詞で捨ててくる場合 で別に、形容詞を取るんだ、形容詞を取るんだとかっていうふうに暗記する必要はありません。r e m a <ained> i n e silent, stayed silent って覚えとけば、自動的に stay の後ろに silent っていう形容詞来てるなっていうふうに具体例を覚えてくださいね。何度も言います。具体例を覚えとけば、わざわざ文法ルールに頼る必要はありませんから。 ではまとめます。代理文型を取れる動詞たち、今まで習ってきたやつですね。B e 動詞ってですね、is とか m とか r とかってやつですけど、はい、なんとかであるって意うですね。become、はい、なんとかになるってやつで。で、remain、なんとかのまま。stay、なんとかのままってやつです。知っておきたいのは、こいつら、まあまあさっきも言ったように stay ってあんまり後ろに名詞で出てくることはないですけど、後ろに名詞や形容詞も取れるんだよっていうのが、まあ一応入試問題で問われちゃうことがあるので、一応知っておいてください。で、あ、become っていうのが、ほら、これ元々ね、 なんとかになるカム TV っていうやつなんでそう B 動詞なんですよこいつね。だから B 動詞の後ろにその名詞と形詞来るっていうのは当たり前なんで。 えなんでピの名詞系を両方送るよ、ね、もう今までにやってますから、John is a doctor とかね、John became a doctor とか、John is happy, John became happy ってやってますから、うそういう具体例を覚えとけばそれで OK ですから、I、Remained good friends, remained silent, stay silent でそれで覚えとけばわざわざこうやってやる人はないです。まあ、ただ受験でね、どうしても時間がないって人もいると思うから、一応やっておきますよ。で、そのほか、Appear, Seam ですね。えっと、前回の動画で Appear っていうのはやってます。で、その Appear と同じような意味になるのが Seam。まあ、Seam の方がよく使われるんですけど、 まあ、細かい違いはありますよ。あるけども、そんなに気にしなくていいです。で、appear の場合は、前回やりましたが、appear は形容詞。で、appear は名詞が来る場合は、to be を付けた方がいい。s e ム m も同じです、s e イ m 形容詞っていうふうに、he seems happy みたいに形容詞を置けばいいんだけど、he seems to be a nice guy とかっていうふうに名詞が来る場合は、to be をやってください。で、look, sound, smell, taste, feel、ね。なんとかのように見える、聞こえる、こんなにおいがするよ、こんな味がするよ、こんなふうに感じられるよってやつですけど、えこいつらは、 後ろ形容詞だけです。名称を置きたいとき、そのね、looks like とか sounds like ってやりましたけど、こいつらの後ろには形容詞しか来ないんですね。そうですね、きちんと具体例で見ていきますからね。John appears happy.John seems happy. はい、具体例でちゃんと覚えましょう。例えば、the milk smells strange. はい、ミルクにおいがおかしいよで。こういったことに使いますね。smells strange とかっていうふうに使ったりします。このミルクなんか酸っぱくね。基本的に腐っちゃってねってやつですけど、the milk tastes sour というふうにえ後ろに形容詞を置くことができます。 とかシルクフィルスアップこのシルクね絶対シルクじゃないですけどこれ毛布は。 すごいソフトだわーってね。この触り心地がすごい滑らかでソフトだっていうような時に使います。で、だから覚えてください。smells strange, tastes sour. もちろんね、tastes good とかでもいいですよ。this milk tastes good, feels soft みたいな形で、そう、フレーズで覚えてください。その他のですね、第二文献を取れる動詞また見てみましょう。意外なキャラクターたち、気をつけなきゃいけないのが、こやつらですね。get や turn や grow ってやつです。こいつらはなる系です。こういったものになるよって。 っていうやつですゲットそれはなんか手に入れるだしターンっていったらねこうやってくるんって回るあのターンとかさ回すとかさそういうのが有名なんですけど実はなるっていう意味を使うんですよでグローっていうのも成長してこれになるよみたいなんで使うんですねあなるっていう意味になるんだうーんってねそれじゃダメです先ほどと同じようにあんまり名詞を取るやつっていないのでそもそもこれ名詞取っちゃう場合はこれ手に入れるとか回すとかって意味になっちゃうので形容詞が来てなるっていう意味になります でも、これで終わらしちゃダメですからね。これだったら何も使えるようにならない。どういう文で使うのかさっぱりわかんないでしょ、これだとね。はい。ジョンが angry ですね。ジョンは怒ったっていうね。そう、got angry。そういうふうに、あ、そうか、後ろに形容詞を置いてこういうふうになるんだ。ジョンが sad とかって言えるわけです。そして、ターンの場合ですが、色が変わるっていう時に使うことが多いですね。 The leaves turned leaves yellow 紅葉とかっていう時ですねああ。葉っぱが黄色になったよ。ターンプラス色で使うことですね。ターンレッドとかターンブルーとかね。そういう時に使うんだっていうね。ねあとは、c a n g r o w Tall とか成長してこういう風になったっていう時に使うので、あんまりこれもね場面では多くないです。成長して背が高くなったとかですね。こういうフレーズで覚えないと、どうやって使うのかさっぱりわかんない。なるだけで覚えちゃダメですからね。何でもかんでも使っていいわけではないんですよ、実はえ。他にもこういうのがありますね。Come, God, fall. これもフレーズで覚えた方がいいです。これもなるって覚えたりするのはあまりよろしくないというか使えるようにならないです。形容詞を後ろに取るんですけど具体例を覚えてください。例えば、my dream came true。夢が叶った。 っていうやつですけど、ね、なんか Dreams come true とかってね、えー、覚えてる人も多いかもしれないんですが、そうですね、come true っていうふうに使いますね。もうほとんどこれですから出てくるのどうせね、実現するみたいなね。The milk went sour, go sour, 腐るですね、酸っぱくなる。something went wrong とか go wrong とかね、これなんか入手ーーよく出てくるので。 で、これをね、なんかね、2つセットにしてね、いいか、カムの後ろにはプラスの意味、ゴーの後ろにはマイナスの意味が来るんだ。覚える必要ないですそんなの。どうせもう限られたものしか出ないから、こっちのフレーズを覚えた方が早いです。プラスの意味でカム・トゥーしか見ないけど、入試問題。はい、最後はジ f ン・フ l a s スリープ。そうですね、ファ l a s スリープで覚えた方が早いです。寝落ちしたって日本語でも言いますね。そうですね。アスリープっあ形容詞です。これね、スリープは寝るっていう動詞とか名詞なんですが、ね、ファ l a s スリープで覚えた方が早い john fell asleep、ね、come true go sour go wrong、Then、fall asleep って覚えた方が使えるようになりますからねはい続、はいてはですね最後は今日の英単語今回は Grow ってやつですこいつねめっちゃ出るんですよ入試問題ねすごく出題されるのでぜひ覚えておいてください意味しますね成長するっていう意味なんですけど実は仲間の単語を得てそうグラスとかグリーンとこのほら GR の部分同じですねグラスとか グリーンとかって実は仲間なんですよグラス意外と知らない人多いんですけどグラスって知ってますそうグラスって草って意味です、ねね、クサって笑うって意味じゃないですかね間違いないですね笑わないでくださいね違いますよはグリーンっていうのは緑っていう意味ですね はい、そうだからほら緑草が育つ実はこういう仲間なんですけどこやつのね使い方がめちゃくちゃよく出るんですよで例文で見ていくんですがそう実は成長するだけじゃなくてですねこいつ多動詞さんっていうのになってですね後ろに名称を置くこともできるんですよ Grow flowers って言ったらこれ花を育てるっていう意味になるんですよで野菜だったら Grow vegetables っていうふうに言えるんですよ<え>だから We grow flowers とか We grow vegetables って言うんですよそうするとですね 今度は「ああそうなんだ育てる」っていう意味あんだって思ってですね「grow children」とかって言っちゃう人が出てきちゃいますだこれがただただ日本語訳に置き換えることの弊害ですこれは言えません「grow」っていうのは後ろに置けるのは植物だけです「grow fruit」って言ってもいいですねあ、 基本、不可算名詞で使いますから、日本フルーツって,言って S つけて使うことが多いですけど、不可算名詞で使うことが多いんです、実は。Grow fruit とか、Grow flowers とか、Grow vegetables っていうのは OK ですけど、Grow children とかっていうのはダメです。動物は使ってはいけません。植物だけです。まあ、いずれね、習うと思いますけど、r a s e とかね、r a s e children 子供を育てるとかってね、あげるだけじゃなくて育てるっていうのも覚えていかなきゃいけません。あとは Grow up っていうのがよく出てきますね。I grew up in Japan とかね、上の方は多動詞としてね、使えてましたけど、この アップがついいた場合っていうのは必ず自動詞で、んでですすよ気ををつけけてくださいいいい絶対後ろに目的を置いちゃいけないんですでそれに対して、いずれ習いますよ、この bring up children とかね、子供の場合は多動詞で使うんだよとかっていうのがよく問われるんですよ。grow up は自動詞 bring up は多動詞っていうのも grow up in Japan って覚えれば勝手にはいはい自動詞ですね。bring up children あ後ろに目的を取っているからあ、だから多動詞ですね勝手に覚えられますねで。これはどこのレベルの大学でも必要です。で、難関大学になったらこの上が出てきますから。 Grow flowers とか Grow vegetables っていうのが出てきますで。こっちも知らなきゃいけない。そしてライティングだと Grow children っていう間違いがいっぱい出てきます。はい。なんで、これらの知識を覚えておく必要があるんですが、それをわざわざ Grow 植物とか Grow up 自動詞、Bring up 多動詞って覚えても使えるようにはなりません。必ず具体例を覚えておくようにしてください。ご視聴ありがとうございました 始まりまりした基礎英文法講座ですね今回は第4文系第4ですね。はい。第4に行きたいと思いますね。第3行かないんですかそうですね。第3点に、ね、いっぱいやりすぎてね、あんまりやる意味ないので、むしろ第4と第5って方が重要なんで、こっちに行きたいと思います。では、いつも通り問題を解いてみましょう。はい。で、空調に入るのはどれでしょう ?I can, なんとか you, everything っていうふうになってますね。さあ、どれでしょうできましたかはい。もう知ってるこんなら楽勝っていう人には簡単です。 でも知まあいつも通り動詞のところが空欄なんですね。で動詞の前に来るこの「愛」っていうのはそうそうそう「集合」ってやつね。はい。愛ってそもそも集合にしか絶対ならないのでいずれ代名詞のところでやりますけど「主格ってやつです。「主格っていうのは集合にしかならないんですよ。だから「主格っていうんですよ。で「can」っていうのはあそうそうそう「助動詞」ってやつですね。まあこれもねいずれやりますけど助動詞の後ろには動詞の原型が来るよとかって習うやつですね。 さあ、どれが入るかってことなんですが、今回、はい、後ろどうですか U って何してですかそう、名詞ですね。everything はそう、名詞ですね。名詞が、なんと、2個連続で並ぶってやつなんですよ。2個、名詞を並べることができるやつですね。選択肢の中に1匹しかいないんですよ。日本語にね、置き換えちゃったら、なんか言えそうなんです。あなたに全部言うよ、みたいなね。 リストは言わないからあなたに全部聞こえるようなが変ですね。オファーだったらあなたに全部あげるよ。Explain だったらあなたに全部説明するよってこれ言えちゃいそうですね。だから日本語訳に置き換えてもしょうがないんですよ。ちゃんと英語は英語のルールで使い方を覚えていかなきゃいけません。この形を取れるのは選択肢の中でオファーだけなんですよ。オファーだけが2つの名詞を後ろに取ることができます。 オファーだけが取ることができました。I can offer you everything. 一番このね有名なやつが give なので give と一緒に覚えていきましょう。offer give 集合っていうのがあってで後ろに2つ名詞があって名前は別にどうでもいいんですよ。間接目的語とか直接目的語とかねそんなのどうでもいいです。O1、O2 って言われることが。 よくあるので、そうやって言ってきますね。で、これをね、知っておくといいことがあってですね、読む時とかにもすごい良くなるんですけど、こいつね、名前がついてね、重要動詞っていうふうに言われるんですよ。何それ、重要動詞って重要なのみたいに思ってるかもしれないですけど、え重要動詞っていうのは、与えるっていう意味ですね。 O1 に O2 を与えるっていう意味になるキャラクターたちがここに来ると思ってください。だからここになんか知らん単語が来てても、こういう風に後ろに名詞ポコポコって並んでたら、O1 に O2 を与えるっていう意味になることが多いので、知らない単語でも読んでる時に推測できるっていうのですごく便利なんです。O1 に O2 を与えるっていうね、だから O1 の中に酸素を与えると覚えるのは時間の無駄です。 はい、I can offer you everything って覚えてください。<laughs> あなたに全部与えられる。I can give you everything あなたに全部与えられるよですね。嘘つき、ね。こいつなんですが、はい、どこを強く読むのかっていうのをまずね、見ていきましょうね。で、I、はい、代名詞でね。代名詞は弱いですね。ほらこうやって何度も何度もやるから、それで慣れていってください。can は弱いんですよ。はい、今日覚えてください。常動詞っていうのは弱く読まれます。だから、I can っていう、あんまり言わないですね。I can, I can ぐらいに非常に弱い。I can offer ですね。はい、どっちが強いか。offer ですね。 ですね。はい。Give you.You は you そうそうそう。代名詞ね代名詞は弱いですね。で、次は ?Everything ですね。Everything。Everything じゃないですね。Everything でもないですね。Everything。はいで。なんで、I can のところはすごく弱いんですよ。I can offer you everything、ね。これ、強い箇所は2箇所しかない。だから、日本語読みしちうと、I can give you everything とめちゃめちゃ長くなっちゃいますけど、英語ではたったの2箇所です。I can give you everything. っていうのと「I can offer you everything」っていうふうになりますのでこういいうふううにに読めるようになってくださいこうやって自然に読めるようになってくださいね。で「Say」の場合はですねまあこれ言う系同士のところで詳しくやるやつですけど「Say」「こと」「to」「人」とかっていうねこういう形でやるっていうふうに習ってると思うんですがただねすごく重要なことがね一個あるので英語のルールとして知っておかなきゃいけないことがあるんでそれをね今回ちょっと説明しますね。 でこれ何でもかんでもねこの「say こと to 人」って覚えてこうなるのかっつったらそうでもなくてねこう言えるかっつったら困るわけですよ。I can say that. I tried everything to you. みたいな形でこうやって「to 人」をここに置いて「こと」まあこれ「ざっと説」っていうのはいずれやりますけどこの「喋ったよ」ってね私が全部「 I tried everything 全部やったんですよもうできることは全部やったんですよっていうのをこうやって置いてやれるかっつったらこうやって言わないといけないですね。I can see to you that I tried everything っていう風にこっちの語順でならなきゃいけないこのことの部分ですね。ことの部分が後ろに行ってるよね。で、to 人の部分が前に出てきますねそう。で、これとっても大事なんですよ。これね入試でもすごく問われるので。 説明しますね。英語っていうのはですね好きな形っていうのが存在するんですよえどういうことかっていうとまずね英語さんがね嫌いな文これですね,ですね頭でっかちおですよこの主語がでっかいやつ英語を非常に嫌うんですよこういうのね絶対ダメってわけではないんですけど頭でっかちおくんっていうのはあまりよろしくないねはい一番英語が嫌いなのはですねはいこいつです えー、こいつが最低ですどう長尾でもどう長子でもいいですけどお腹の部分が長いものが、えー、最も英語が嫌いとする生き物ですとトイプードルみたいなですねこれが最も嫌われますそれに対してだから英語がじゃあ一番理想とする文は一体どういう文なのかというとこれですねはいこのね尻尾長々ですこれが最も理想とするもう一番綺麗な形なんですよ、ね、英語はこうなりたいんですああそうなんだ尻尾長々が好きなんだなあと覚えてください そうだから分かりましたねそう英語っていうのは尻尾の中かが好きなんですよ尻尾が長いものが好きなんですよこういうふうにお腹が長くなっているものっていうのは認めないわけなんですねそうだから文系とかって今まで習ってきたやつであれ正義目的語ってあこの語順だよなっていう風うに習うんですけど、まあ、確かにこうなってますよねこうやって正義目的語の語順なってんだけど実は 長いものがあった場合ですね。王の位置、長いもの来てる場合。ほら、お腹が長くなっちゃってますね。だから、後ろに置くってことがよくあるんですよ。ね、そうこういうふうに、長いものを後ろに置くっていうことがあるわけなんですね。で、なんでなんですかってね、よく言われるんですけど、いや、ややこしいからです。お腹長おだったらわかります。<laughs> ダックスフンドちゃんみたいなのが。いた場合って、こうなのか。それとも。 こうなのか分かんないからないですねこの o u っていうのがここの中に入ってんのかそれとも外に行ってんのか分かんなくなっちゃうんですよややこしいんですねだからこういう形っていうのは、ね、避けられるんですこうやって書いてやればすぐ分かるわけですね短いものを前にやってやればあこの o u っていうのは、ね、この that の塊の中じゃなくてこっち s e とつながるんだなっていうのが分かりますねそういうことなんですだから長いものはなるべく後ろに置かなきゃいけないんですこれがルールですね でこうややってやれば I I can say to you that I tried everything you to tried 全部やったってあなたに言えるよ、ね。何やったんでしょうね、この人ね。何か失敗したってことですよね。っていうことなんですね。ではこれ、尻尾長々っていうのはとっても大事です。これがね、見抜けなくて、和訳問題とかで訳せなかったってこともすごく多いんですよ。なんで、気をつけてください。 で、explain ですね。こいつも非常によく問われるので、ちゃんと押さえとかなきゃいけません。I can explain everything can you to ですね全部説明できるよ、あなたにです、ね。僕は悪くないみたいな感じですけど、こういった形で explain も、explain 物事っていうのが来て、その後に、to 人っていう形になりますね。で、これもだからこの everything ってこれ1語ですけど、ここがなんかすごい長いものだった場合は、変わるわけです、五条が。I can explain to you っとみたいな形でさっきありましたよね「That」ってあってその中にこういうふうに尻尾長々にするために合順が変わるってことはよくあることなんですね第四文型を取れる動詞たちを見ていきましょうえ基本的には先ほども言いましたね「与える」って意味です「give」とか「offer」とかですね 与えるで「プロバイド」っていうのもあるんですけど一応「カッコつけてます」えー、なんでカッコつけてるのか別にカッコつけてるわけじゃないでしょはいえー、なんでカッコつけてるかってカッコつけてるかっていうとこれまだダメだって教える人が圧倒的に多いからですねねえそれ人たちどうせ英語読んでないからだから辞書にもさそろそろさ「OK」って載せてなんでまだ避けた方がいいって書いてあるのやめてネイティブスピーカー昔から使いますよ「ね、プロバイド人ともの」とかっていう形ですごくよく使われるのに、ね、なぜかねいまだにダメって書いて使います 普段読んでるら出てくるし、入試問題でも出てくるので、説問としては出てこないんですけど、読んでたら出てきます。トイックでも普通に読んでたら出てきますので、一応載せておきました。<laughs> 与えるですタンド。テーラーエンドで意味してますか貸すってやつね。センド、しません、ね、送る。Tell 伝える。 教えるそう、だから人に物を貸す。人に物を送る。人に何か伝える。人に何かを教えてあげる。これね、あげる系ですね、みんなね。別にまあいいですよ。これは暗記してもいいですけど、<laughs> 第四文系を取る同士、みんないいとってんなとかですね、えー。そんなんで覚えても何の意味もないんですかそうじゃなくて、具体例を覚えていきましょうね。じゃあ私、技術かすべてあげますよ。これからのことですよ、未来のこと。私、これから全部あなたにすべてあげますよ。だったら、こうですね。I'll give you everything。あなたに全部あげますよってことです。で、まあ多分、I will って作った人多いと思いますね。 あはいはい、will、未来のことだ。まあ、これもいずれやりますけど、I will give you everything。もちろんいいですよ、それで。ただね、僕はまあ英語教授法って言って、英語の教え方をこう習ってきたわけですけど、その時に私はなりました。これ、こうやってやっちゃダメだよってですね。I will give you everything っていうふうにはやるんでないっていうふうに習ったんですよ。日本で OK になりますが、そもそも I will give you everything っていう人はいないから、そんなのを教えるんじゃない。え、なんで 代名詞と助動詞が出てきた場合はくっつくんだからってなるんですよ。今なんかね、縮約形とか名前が与えられてますけど、それどういう時に使うか知ってないですね、みんなね。実は代名詞と助動詞っていうのを喋るときはくっつけるのが普通なんです、ね。これ結構知らない人多いんです。だからそこでは、I will give you everything って生徒が言ったら直すんですよ。I will give you everything ってやったら、先生がね、こうやってるんですよ、和 I will じゃなくて、 I'll だよっつってこうやってやるんですね。話すときはくっつける。話すときはくっつける。話すのかくっつけるのかよくわかんないな。喋 <laughs> るときですね。喋るときはくっつけるんですね。で、書くときは I will になるわけですね。両方とも弱音なんで、弱音が合体するんですよ。だから、Tom とか普通の人だった場合は Tom l じゃなくて Tom Will になるわけですよ。Tom Will Give You Everything になる。それに対して I とか、You とか、He とかね。I'll, You'll h e l っっていう風にくっつくつんですよこういうルールが実はあるんだけど、日本で全く教えられないので、自分自身全然習ってこなかった。じゃあ、あなたに私のペン貸してあげるよ、だったら、そう、貸すはレンドですね。I'll lend you my pen. あなたに手紙送るよ、だったら、I'll send you a letter. I'll send you a letter. っていう風になりますね。これも send とレターだけが強いですね。漢詩や代名詞は弱くなります。じゃあ次、全部話しますよ。もうあなたに全てを話します。だったら、 I'll tell you everything.、ね、全部話します。あなたに英語教えてあげますよだったら そう、I'll teach you English. こういう風にフレーズで覚えればね、余裕でいけるわけなんですよ、ね。他にもね、まあいろんなキャラクターがいます。get ですね、手に入れてあげるよとか、buy 買ってあげるよ、cook 料理してあげるよ、make 作ってあげるよ、find 見つけてあげるよとかってね、こういうキャラクターたちもいます。まあ、具体例でちゃんと覚えていけばいいですね。get you some water. あなたは,はい、水持ってきてあげるよ。数えられない飯 water ですね。いずれやりますけど、s o m っていうのをくっつけて使うことがすごい多いんですね。とか、buy your everything. です、ね、全部買ってあげますよ。はい、ここからここまでちょうだいみたいなね。 これだから、あんたを買ってあげるじゃないですかね。あなたに全部を買ってあげる。だから意味が全然違いますね。I'll cook you something. なんか作ってあげるよ。ですね。そう。お前を丸焼きにしてやろうかとかってそういう意味ではありませんね。I'll cook you something. なんか作ってあげるよ。I'll make you something. なんか作ってあげるよ。I'll find your new house. 新しいお家見つけてあげるよ。まあ、不動産の人がわかんないですけど、あなたを見つけるじゃないですね。お前を見つけてるよとかじゃなくて、あなたに新しいお家見つけてあげるよとか、こういうふうにね、使うんです。こうやって具体例を覚えておけばいいですね。 今日の英単語です、ね。explain っていうのはね、とっても面白いんですが、この p l a n っていうね、単語が隠れてるんですけど、どうですか p l a n って知ってますそう。明白なって意味ですね。はっきりしたものにしてあげるって意味です。で、p l a n って同じ音でスペル違うのあんの知らないですかそうそうそう。平らなって意味ですね。これだから平らな、平いなって、これ同じ単語だったんですよ、もともと。そう、だから平いなものにしてやるっていう意味ですね。で、で実は平らな、flat っていう。まあ、いずれやりますけど、p と f ってね、兄弟なんですけど、平らなっていうのをこれとこれね、実は兄弟だし、平らな場所っていうところから place っていうのが来てるんですね。 実はこうやつらは仲間だったんですね。まあ、こういうふうにね、語源ってやつですけど、ああ、なんだ、英単語って面白いってね。思えてきたりもするので、こういった知識もね、与えていきますので、楽しみにしてください。高評価、チャンネル登録、お願いします。そうだは始まりました。基礎英文法講座。今回は第4文型の第2回目ってやつですね。はい、第4文型、覚えてますか。 うお椀に酸素をあげるってですね、まあ、人に何かを与えるとかっていう時によく使われるやつだよって言ったやつですね今回も問題をまず解いてみましょうさあまたいつもの通りですね動詞が空欄になってますが I everything can lend, send とか tell, for you end, tell, get, send. はいできましたがそうですねちょっとレベルが上がりましたよねなんかどれもいけそうじゃないあんたのために貸してあげるよ言ってあげるよゲットしてあげるよ送ってあげるよ 消えそうですよね実はヒントになるのはフォーっていうやつなんですねもの4人っていう形を取れるのが実は1個しかないんですよ実はゲットしかないんですね今回はこれについて説明していきたいと思いますね前回ねこいつらみんな第4文系取れるって言ったんですけど実はちょこっとね使い方に違いがあるのでそこをね見ていきたいと思いますねはい。 はい、I can なんとか everything なんとか you っていうふうに書いてあるわけですが、さっきのね、前置詞のところをぶった切って、ぶった切って、取っ払いました。えー、実はここにね、l a n d を入れた場合ね、I can lend everything 全部貸してあげるよっていうんですけど、その時はね、to なんですよ。で、tell ですかあなたに全部言うよっていう時は、<Nope. S 1> everything to you になります。次の Send も。 鮮度と電動のスペル似てるね。i can send everything to you。こいつらの場合、全部 to を取らなきゃいけないんですよ。それに対して get My は everything for you っていう風になります。前回やった第4文型っていうやつはそ覚えてますね。そう人の方が先ですね。これにこれを。 与えるの場合ですか I can get everything you 全部ゲットしてあげられるよとかっていうやつなんですがこの場合はどれでもいいんですよ。I can lend you everything. 全部貸してあげることできるよ。I can tell you everything. 全部伝えてあげることできるよ。I can send you everything. 全部送ってあげられるよとかっていうふうになるんですけどこの人と物の部分ですね。O1 と O2 の部分をひっくり返すと2になるやつと4になるやつっていうのがある。ややこしいですね。大学入試してね。 いややこしいのを出したいの。高校入試も問われることがあるんで、見ていきましょうか。まず復習ですね。はい。第4文型を取れるもの、えー、前回の動画でやりましたが、そスキープ、オファ r で、プロバイドっていうのね、えー、辞書に避けた方がいいとかって書いてあるせいでね、学校とかだと罰になる可能性もありますが、えー、実は使われますと。貸すとか、送る、伝える、教えるってやつ。前回やりましたね。I'll give you everything。全部与えてあげるよ。O1、O2 ですね。これを。 与えてあげるよですがこれをひっくり返すと so I'll give everything to you」というふうに「to」になります。人物の順番を「もの」「人」に変えると「もの」「to」「人」っていう形になります。「I'll give y o u everything」と「I'll give everything to you」っていうふうに覚えてください。そうすればあ「あ i v e 人」「物」だしあ「あ i v e 物」「to」「人」だなっていうふうになりますね。 えあなたにペンを貸してあげるよって。I'll lend you my pen. これも前回やったやつですが、はい、これ人ものをひっくり返すと、そう、so,、I'll lend my pen to you っていうふうになりますね。人ものを逆にすると、to を使う。はい、続いて、はい、I'll send you a letter. はい、あなたに手紙送るよって。はい、これも逆にすると、I'll send the letter to you っていうふうになりますね。これは、I'll tell you everything.、ね、はい、全部言うよだったら、 I'll tell everything to you っていうふうになりますね。はい。そういうことなんです。I'll teach you English. 英語を教えてあげるよ。I'll teach English to you. そう使えるようになるためにはそう、これを覚えてください。理屈は教えてあげますが、ちゃんと覚えてください。まずね。使えるように、自分で出せるように。で、それに対して、はい。2個目のキャラクターたち。これもやめましたね。get とか buy とか cook とか make とか find ってやつですね。get してあげるよ。買ってあげるよ。料理してあげるよ。作ってあげるよ。見つけてあげるよっていうやつですね。はい。I'll get you some water. あなたに水をゲットしてあげるよ。 some water っていうのがあって、これを家帰えてやるとどうなるんでしょうそう、so, I'll get some water for you って形で、for になります。そう、ゲットの場合は、I'll get some water for you っていうふうに、for になるっていうのをまず覚えますね。I'll buy your everything はべ、い、てを買ってあげるよ、ね。私はお金持ち。はっはっこれは、I'll buy everything for you っていう形で、for になります、こういつもね。 じゃあはい。I'll cook you something.I'll、ね、make you something. あなた何か作ってあげるよ。こいつらは、I'll cook something for you.I'll make something for you. はい。こういうつらも for を取ります。Find your new house. あなたに新しい家見つけてあげるよ。っていうのも、I'll find a new house for you. っていう風になります。そうです。だから、丸1って書いてあったグループと、丸2って書いてあったグループで、O1、O2 っていうのを逆にした場合、取る前置が違うんですよ。じゃあこいつら一体何が違うのかっていうのを見てみましょうか。 最初のグループは、はい、こういうキャラクターたちですね。give, offer, lend, send, tell, teach とかっていうキャラクターですね。それに対して2個目のキャラクターたちはこいつらですね。get, buy, cook, make, find とかっていうこういったキャラクター。何が違うかわかりますか実は特徴が全然違うんですよ。こいつら持ってるもの。え気づきます はい実は、えー、give, offer, lend, まあねいろんな人がいろんな、ね、説を唱えてるんですけどもえこいつらは基本的に一直線でできることです。でこの「give とか「offer っていうのは、はい、あなたにあげますよっていう形で一直線にできる。でさらに「lend ですね貸してあげるよはいこれペン貸してあげるよとか、はい、手紙を送るよとか、はい、これ教えてあげるよ言うとか「teach」もそうですね一直線にできるやつ。 でっていうのはよくねこの右向いてる右向きの矢印だって考えなさいって言われるんですけどそうですこいつら一直線にこれをあげます貸してあげます教えてあげますというふうに一直線にできるものそれに対してこっちっていうのは一旦なんか別のことしなきゃいけないでしょまずゲットしてきてそれをあげるんですよ何かを買ってそれをあげるんです作ってあげるんですよ見つけてあげるんですこっちは どちらかというと、まあ、よく「ために」とかって訳されるんですけどそうあなたのためにこれゲットしてきてあげたよあなたのためにこれ買ってあげたよあなたのために作ってあげたんだよあなたのためにこれ見つけてやったんだよっていうそういった感じ、まあ、いろんな、ね、説があって、まあ、それ調べてみるのも面白いかもしれないですけどこうやって覚えとくと間違いないですからあね直接的にもう1回でパッとできちゃうものがあ2になることが多いんだなそれに対してこっちはなんか1回別の動作やって あなたのためにこうやったんだよっていう感じなんだなっていう風に覚えてください。まあわかんないですよ。いろんなね例外見つけてきて、これ違うじゃん、例外とかってねいう人はいるかもしれないですけど、 エゴ業界なんか切ってない、切ってない業界ですから、性格の悪いエセ専門家みたいなのがいっぱいいるところですから、ね、こんなこと言っちゃらいけないが、そういうのが書かれるかもしれないですけど、まあ、どうせ全部ブロックしますから、そんな例外みたいなことばっか覚えなくていいですから、そういう違いがあるんだなって覚えてください。で、それぞれのキャラクターを、Give your everything, give everything to you とかね、Offer you everything, offer everything to you、ね。Get your something, get something for you とかね、Buy your something, buy something for you っていうふうに覚えててください。具体例を覚えれば、わざわざこんなルールを覚える必要は。 ないけど、まあ、受験生でも時間ないっすとかってね今見てる人はこうやって覚えててもいいかなって感じですそれではですね、えー、今日の英単語に行きますね今日の英単語はランドとレントっていうやつです非常にねややこしいんですよこれねそもそもほら日本人 L と R 区別できないから似てんですよ音がねで「ランド」っていうのは「貸す」ってやつですねあ大丈夫ですね貸すじゃないですかねそうあでもそうか地方によっては貸すっていう意味が貸すになるのがはい でとレンドっていうのはあのローンって聞いたことありますね。そうローンを組むとかってこれ同じ単語ですもともと。これ貸すっていうので、えー、覚えやすいですけどこのレントっていうのがね厄介なんですよ。はいレントって何て覚えてますそう借りるって覚えてますよね。そうするとねまたバラウっていうほら借りるっていうのがいて分かんなくなっちゃうっていう人がすごく多いんですね。でレントっていうのは、まあ、結構ね習うんだけどお金を通して借りるやつだよっていうふうに習いますね。 合ってるよそれは確かに正しい、ね、非常に大事なんだけどそれしか知らないそこまでしか知らないっていう人が多いので気をつけてください、ね、え例えば「We rented a car」とかって言いますねレンタカーってここから来たんですよ「rent a car」だから「rent ー car」って言うんですけど「We rented a car」って言えば車を 借りましたでも車を借りた普通に We borrowed a car って言った場合に車を借りたって言ったらなんか友達からで車を借りたみたいな感じですが We rented a car って言った場合はお金を払ってそのレンタカーの会社にね払ってる感じなんですよあちなみにアメリカだと Rent サイパン行った時は Rent って書いてありましたけど Rent a car って書いてありましたけどイギリス圏だと Hire っていうので、ね、普通 Hire って雇うで有名ですけどこういうふうに車借りたい時は Hire っていうんですよまあ日本でもね Hire っていうカタカナで使ったりしますけどニュージーランド行った時は Hire ってて書いてますね、はい、the car で、We rented a car っあ知ってる、知ってる、お金払って借りたんだなって思うんですけど、レントって実はお金を通して貸すって意味もあるので、これ気をつけてください。そう、だから借りるとは限らないですからね、貸すって意味でも出てくるので、えー、気をつけてください。そう、レンドとの違い、レントは必ずお金を通すんですけど、はい、貸すって意味でできます。だから気をつけてね。そういう時は、まあ別になくてもいいんですけど、一応、アウトとか、 to ってていいいうのががついてることが多いですだって、we rent a room って言ったらさ、ほら家借りてんのか貸してんのか分かんないので、でそういう時に out をつけてやると、we rent out a room って言ってやると、それ貸すっていう意味になりますね。で、we rent out a room to can ってね、ほら、can に、ほらさっきやりましたね、矢印、こっち向き、can に向かって貸してあげたよっていう形で、貸すっていう意味の場合は、out とか to がついてることが多いです。 だからそうするとややこしくないからね、部屋を貸してあげたよとかね。あとは名詞でね、家賃って意味でも出てきたりとか、レベルが高いので出てくるし、あとは難関大学受ける人はこのレントっていうのがリースってなっていく 出てくることもあるのでお気をつけくださいこれもね、同じです。貸すって意味と借りるとほとんどレントと同じように使いますので、この We lease out a room to ten みたいな形でも使います。貸すでも借りるでもこいつもよく使います。だからね、どっかの会社ね、トーマルタ、レンタリースとかってね、アルコール、レントとリースを合体させた造語ですね。高校生とかだとリースって知らないかもしれないですけど、結構日本でもリースっていう単語は使われてきてますね、ねお金払って何か借りるときにリースって結構使うようになってきてますので、ねはい、こいつらはほとんど同じような形で使う。 れますはい、これはね難関大でも問われるところなので、えー、ぜひぜひ知っておいてください。はい、えー、ご視聴ありがとうございました。えー、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 そうだよ始まりました基礎文法講座ですね。基礎英文法を学んでいくやつですか今回はですね、言う形同士っていうのをですね、そんなん聞いたことないわって思うかもしれないですが、やっていきたいと思いますね。言うっていうのを表す表現ですね。こいつらね、めちゃくちゃ苦手なんですよ、日本人はですね。だから出てくるときにすごく困る。だから文法問題で4択でも解けないし、英作化させたときにはとんでもない、てんやわんやになってしまうわけですね。言うってほら、人間のやる基本動作のうちの1個じゃない。だから、使うことすごく多いわけですよ。 でも使えない人がめちゃくちゃ多いのでここはしっかり1個丸々使ってやっていきますえでは空所に入るのは一体どれでしょうじゃんんとか Susan h a s has secret さあどれが来ますかはいもうね復習してた人はですねで楽勝だぜってなってたもんですね前に来てる名詞のことははい省吾さんという相変わらずでクー、ね、空欄同士ばっかり Susan っていうのがはい名詞ですねでここの下には ってていうのが来るんですけど覚えてますかほら主語と違う名詞は「お」っていうんですよね。ジョンとスーザンは一心同体であります、ねで。その後ろはいもう1個名詞がしてますね。His Secret なんで名詞2個取れるキャラクターですね。そう名詞2個取れるのはそう「Tell」でしたねこれね。だから答えは「Told」です。「John told Susan his secret」。で名前が、まあ、そこまで詳しく知らなくてもいいですけど。 お椀に酸素を与える人に物事を与えるってやつです。あちなみに覚えてますかこの His Secret と Susan 逆にすることができるよ。人と物事を逆にすると。John told his secret to Susan っていうふうに言うこともできるんだっていうのはやりましたね。じゃあ他のキャラクターそう日本語だろうが全部言うでしょ厄介だよね。だから今回はこの4つの動詞の使い方をマスターします。 The talk to you, talk with about 人、人、なんていう風に覚えるんですよ。これを覚えること自体は悪くないです。悪くないけど、これで文を作ってくださいって言ったら、作れない人がいっぱいいるんですよ。それだったら、人フレーズ一文覚えた方が早くないですか ?I'll talk to you about the plan.I'll talk with you. でもいいですよ。I'll talk to you about the plan.I talk with you about the plan. こうやって覚えた方が早くないですか ?To の後ろにあ人来てる。About の後ろにこと来てるっていうのは勝手にできるでしょ。だから文を覚えちゃった方が早いんですよ。自分で使えるようになるでしょう。ここを置き換えればいいわけですか ?I'll talk to him.I'll talk to John.About the plan.About the schedule.About the matter. っていうふうにここを変えていけばいいので具体例を覚えなさい。具体例を覚えれば Talk to 人 .About ことなんていうのは覚えなくていいわけですからね。次はい Speak ですね。Speak も人を取る場合は Speak to 人、Speak with 人、About ことっていう形になります。さっきやったタークとあまり変わらないですね。いいんです。 そんななに変わらないと覚えてくださいいちいちトークっていうのはこんな感じでスピークの方がこんな感じとかね覚え必てないトゥーの場合はこうでウィズの場合はってそんなマニアックな違いを今覚えてるのは時間がもったいないそれだったら具体例を一つ覚えてくださいね英文法好きだとかねもうハマってしょうがないこれから英語学っていうのを学びたいとかって言うんだったら調べりゃいいしそういう本読めりゃいいでも多くの人っていうのは受験突破したいとか使えるようになりたい喋れるようになりたいと思ってる人ですからそんなマニアックなことはや りませんこの授業では。I'll speak to you about the plan. ね、トークの時と同じです。I'll speak to you about the plan.I'll talk to you about the plan. というふうに具体例を覚えてください。そうしては勝手に、to、人、about。 っていうのが浮かかびますからあれも一応やっときましょうか。音の強弱ですよね。代名詞弱い。動詞は弱く発音される。I will っていうのは書き言葉、喋るときは I'll になりますよ。I'll heal, s h e l l will, you とかそういうふうになると。スピーカー動詞だから強く読まれる。と全詞弱い。you 代名詞弱い。about 置詞弱い。だ、関詞弱い。p l a n は強い。こんだけ語がいっぱいあるけど強く読めるのたったの2箇所です、ね。で、それを1個一個 I'll speak to You about the plan でもすげえ不自然です。だ強いところ弱いところをちゃんと意識して、I'll speak to you about the plan。I'll speak to you about the plan。弱いところは早く読まれる。さらに今もうくっついちゃって、その about と the がくっつくとかね、about 弱いところはくっつくんです。ただね、speak っていうのはね、これだけじゃないんですよ。talk との違いがあって、それ知ってますか？そう、speak ってこれね、全知事さんっていうのをね、お任せしているから。 何動詞ですかそう,そうそう、自動詞ってやつですね。こやつね、スピークってね、多動詞っていうのを持ってるんですよ。覚えてますか自動詞は手が1本ですね。多動詞は手が2本ってやつですけど、え後ろに自分で名称を支えることもできるんですけど、ね、支えられるキャラクターが決まってるんですよ。っていうとね、結構ええー、何それはーってなる人が多いんですけど、それはやっぱり具体例でちゃんと記憶に残してってないからですね。具体例見せたらすぐわかるはずですよ。I speak English. 知ってますねはい、問題ないですよね。そう、英語話しますって。I があって、スピークがあって、ほら、 言語種って目的は私は英語じゃないですから。他動詞ですね。これね。でも、ここに来れるのってね、もう決まってるんですよ。言語種とか。ここには、言語しか来れません。 言語しか置くことができません。で、これをね、言うとね、スピーク言語、スピーク言語、スピーク言語とかで覚えるわけですね。スピークトゥー人、アバウトこと、えー、言語の場合だけは他動詞で、スピーク言語って覚えて、はい、じゃあ具体例1個でも言ってごらんなさい。全部って言うと、ははいこうわってなっちゃう人がいっぱいいるんですよ。それじゃダメです。I speak English とか、I speak Japanese ね。I speak Korean.I speak German。なんでもいいです。ちゃんと出せるようにしてください。で、これでね、1個ね、英作文で非常に間違いやすいの一1個教えてあげだすよ えー、ドイツのっていうのかもしくはドイツ語っていう意味ですねそれに対してドイツっていう国はジャ a ニーって言いますねこれね逆で書いちゃう人がすごく多い私だから英語得意じゃなかったから高校時代これ逆に書いてツもらったの覚えてますよで自分が東大英語とか教えても逆で書いてくるやつがいっぱいいるでそういう時にねどうしたらいいかこれ覚え方簡単ですからごっちゃにならない方法がありますどうすればいいのかって別のヨーロッパの国に頼ればいいんですイドリーケオとかイタリア語って言えばイタリアンって言いますね ねほらね、こういうふうに別のものと一緒に覚えるとで間違えないってものが実はいっぱいあるんですよ。ね、これなめないでね和文英訳っていう日本語を英語に直すやつこれめちゃ間違えますからこれ逆に書いてくるやついっぱいいますからでもジャーマンは間違えないかイタリアンは間違えないですから例えばイタリアンとくっつけてごめんなさいジャーメニーとイタリーくっつけてごめんなさい自分はこれに気が付いたんですよああこうすりゃ間違えないなこれあんまり賢くない人たちのクラスでねやったらねそもそもイタリアを知らないって言われた「イタリアじゃないの?」って言われた。 で次いきますねです。これももうすでに実は登場させてますけど、「せい」内容です。で、「せい」と「ひ内容。まあ、内容の方が短い場合は、前に出てきて、「せい」内容と「ひと」っていう形。この内容が長い場合は、「せい」と「ひと」内容っていう語順になると。英語は 尻尾長々ですねなるべく長いものを後ろに置くっていう言語なので、そういった形になるんだっていうのを教えておいてくださいね。で、これで言っても分かんないじゃん。こんな内容っつったってさ、情報がないようなもんでしょだから文で覚えなさい。I said no to John. これ言った内容でしょ ?John にいいえ。ですね結婚しません、あなたとは。みたいな、ね、Please say hello to John. です、ね、はい、John によろしくお伝えください。 Please say hello to John. よろしくお伝えくださいってセットフレーズで覚える人もいるかもしれないですけど、それ知ってるだけで、あ、say は喋、はい、る内容が来て、to 人なんだっていうふうになりますよね。で、say っていうのはね、結構ね、後ろに長いものも取ることがあるのです、I said to John, I'm not coming home とかね、家帰ってこないよとかね、長いものが来る時もあるの。続いて、t e r です。t e r は第四文型ってやつですね。その時に t、t e r 人、内容っていう形になります。これもうこれで覚えてもしょうがない。 具体例を覚えましょう。やりましたよね、こうね。I'll tell you everything. 人が来てえ全部を言う。ですね、えー。こういった形になる。こういうふうに具体例を覚えていきましょうね。で、あと、tell には何とかについて人に言うっていうのもありますので、えー、こういった形も。I'll tell you about my dog. あなたに私の犬について話します。でこれ、アバウトなかったらおかしいじゃん。 犬が話す内容ではないですね。I'll tell you my dog っていいうのは意味がわかんないです話してる内容じゃないですね。で、意外とこれできないんですよ。このアバウト抜かしちゃって書いてくる人ってすごいいっぱいいるので、これとこれは意味が違うんだと覚えていてください。で、さらにスーパー重要なんですはここからですね、A 作文で超間違いが連発するやつを教えてあげますね。これですよ。 I'll it tell you it これ、東大クラスもめっちゃ間違って出てくるので、お気をつけください。え、どこが違うのって思ってる人いるかもしれないですけど、It ってここの位置に置いてはいけないんです。O1、O2 ってやりましたね。その O2 の位置に It は置いてはいけないっていうルールがありますので、必ず覚えてください。これはすげえ間違える。 こんなに間違っていくんだなと思った。必ず I'll tell it to you という形になります。tell it to 人の形。この形ね。it to you というこの形で使うんだっていうふうに覚えてください。みんな置き換えて、ただ私はあなたにそれを伝えますって言ったら、ああ、t e テルはだいぶ受け取って、えー、あなた、言うで、それだから it っつってこうやってやっちゃう人がいるんですが、ね、it はだめなんです。ここの位置には置けない。tell it to you で覚えてください。いいんです。なんかいろんな情報、いいか、it はすげえ短い単語だから前に置くんだとかね。情報構造で考えて いこっちのフレーズで覚えてください。tell it to you, tell it to Ken, tell it to John とか別にテルに限ったことじゃないか。I'll give it to you ですね。I'll give you it はダメですよ。あなたにそれをあげますじゃなくて I'll give it to you です。これで覚えてください。give it to you, give it to me くれ。ね、もうセットフレーズで覚えてください。はい、代名詞弱いでしょ。前置詞弱いでしょ。 ね、だから、give it to me とかですね、すごいくっついて発音されるわけですよね。give it to me, give it to me とかね。give it to you とかね、すごいくっつく。ほら、これですよ。連結っていうのはね、弱い音が出てきた場合は合体することがすごく多いんですよ。はい、では最後ですね、今日の英単語をやりますが、ATM っていうふうに書いてるんですが、この ATM って何の略だか知ってます、ね、意外と知らないね、ね、はい。automatic teller machine って言います。まあ、automated でもいいんですけど、自動的なテラーのマシンであるっていうテラーってね、なんだかわかります ですあ出係ですかダメですよこれ水筒ですかよ、ね、水筒って言っても遠足の時に持っていくやつじゃないんですよ。音読みでよく分からなかったら訓読みに変えればいいんです。出す納めるですねそうお金を出したり納めたりする人のことなんですがそれをテラーっていうわけですね。だからバンクテラーっていうね銀行の,このお金出したりする人のことねそれ水筒係っていうんですけどそうなんでそれ水筒係っていうのテラーなんだえ言う人って思うんですけどテロって実はもともとねこいつね数えるって意味だったんですよ。 今は使わないですよ。数えることができるとですね、どっかというとね、分けることができるんですね。で、どういうことって言ったら、例えばクラスの中で、はい、メガネかけてる人が何人いますかとかですね、長髪の人、何人いますか坊主の人が何人いますかメガネが5人だから、はい、メガネの人を分けるで。そういうふうにできるわけです、ね。入試問題でも出てきますね。I can't tell John from can とかって、t e l a f r o m b とかって覚えるやつですね、これね。A と B を区別する。で、DISTINGUISH が言いいいだとか。<laughs> いいですよ、それは覚えていいですけど、AFROMB って言って、一つも例文浮かばない人が多い。 ですね。ねそうジョンとケンを分けますね。なんかめっちゃ似てる双子なんだけど、そういう時に使ったりしますね。ジョンとケンの区別がつきませんってことですね。キャンとはついてるので、次に。 I can't tell the difference. その違いが分かんないよ。分けるとね、分かるって日本語もそうなんですよ。明らかに繋がってますねそう。同じように分けると分かるって。それメガネの人を分けるとか、挑発の人を分けるってことは、あなたはメガネってものが何だか分かってるし、挑発ってものが何だか分かってますね。他にも、I can't tell whether c a n is right or not.Whether A or B とかってやつね。正しいか正しくないかが分かりません。まだ知らなくていいですよ。こんな難しい表現は。ただ、 わかるっていうので、覚えてますね。だから、アンダスタンザだと思ってる人がいっぱいいるんですよ。それで英作文書いてきて、罰もらう人がいるんですけど、基本的にテオっていうのは見分けられないっていう時に使います。見てわかるんですね。違いがわかるってことは、それ違い、見分けるわけですね。県が正しいか、正しくないかが分けられない。だから、わからないですね。この分けるっていう意味が残っている時に使うことが多いんですね。 で、さらに、can't っていうのとよく使われるからですね。I can't tell とかね、わかんない。だから何でもかんでもわかるって日本語で覚えちゃダメですよ。区別するっていうニュアンスが入っている時にしか使いません。わかるってことは他の人に伝えることができますね。だから、数えるっていうものから、 分けるっていうことができて、分けるから分かる。で、分かってるから伝えることができる。で、今はこの伝えるの意味がほとんどですけど、実はこういう変化をたどってきたんです。こうやって歴史をたどってやれば、テルっていうのはこういうふうになるんだっていうことが実は分かるわけです。ただ、使い方覚えてくださいね。で、1個、キャン t っていうのは、はい、ノットがついてますね。ノットがついてる場合は、 助動詞も強く読まれますので、そこは忘れないでください。はい、Not 否定語はついてる場合は、だから I can't tell ですね。すね I can't tell、Not ついてない弱いですか、I can't tell って言った場合は否定語はついてる、そう否定語っていうのは違うんだよっていう強調なので、強く読まれるんですね。I can't tell jump from can こういった形で使われるんだっていうのは知っておいてください。はい、今回はですね、だいぶ情報量が多かったと思いますが、ぜひ復習して使えるようになってください。はい、えー、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 では始まりました基礎英文法講座ですね。今回は第五文系ってやつです。はい、ね。やっと文系も最後までやってきたんですが、まあ皆さんね、嫌いな人がすごく多いところなんですが、まあ、ついてきてください。いずれね、もっと詳しくやります。もうこれがね、一番大事なやつなんですけど、嫌いになっちゃう人も多いので、まずは、ね、優しくしますのでええ、ついてきてください。はい、それでは行きましょう。問題を解いてみますね。さあ、一体ですね、どれでしょう。 後ろに名詞が2個いますね。前、前には1個いて、拝、は、見、い、っていうのがいて、で、ヘスタークとジャンっていうのが2つありますね。名詞と名詞があると。ああ、名詞2個来た、来たな、第4文系だな、ね、与える系だなと思ったら、いないですね。今までやったやついないよね。はい、あまず最初は、Rose ってね、Rose っていうのは Rise ってやつなんですね、これね。上がるってやつですけど、こいつ、自動詞です。自動詞は後ろにね、名詞置けないですから、もう全然話にならない。 せい覚えてますかそうですね。せいは、えー、後ろに内容が来ると、to 人内容ってやつでしたね。はい。to John とかにもなってないし、say his dog とかもよくわかんない。で、はい、だめです。explain もやりましたね。同じですね。explain 何々物事 to 人っていうのでやってね。explain everything to you とかね。はい、そういう形で使うやつですから、こいつはい、最後ならっていう形になりますね。そうです。だから答えは name なんですよ。ただ、気をつけてください。 犬にジョンをあげるみたいなね <laughs> 思った人いるかもしれないですが、えー、ネームっていうのは実はですね違うんですよこいつね、えー。こうなんですか ?can named his dog john っていうやつなんですが、えー、実はこいつは、えー、ネームっていうのは何々を何々と名付けるっていう意味です。 えどういうういことかっていうとか、はいままあで,ね、で、すすねねネームがいいて、えー、ケンとヒドは同じじゃないで,す、ね違いすでえー、だから、O って言われるやつです。で、その後ろにジョンっていうのが出てくるんですが、死って名前がつきます。ね、SVO c なんか聞いたことあるでしょね。そう、スバックみたいなね、はい。聞いたことあると思うんですが、えー、実はこいつの場合はですね、ここがね、イコールになるんですよ。ここがイコール。そうだから、ドッグとジョンはイコール。こういうふうに、O と死が 同じになる O と C がです、ね、イコールになるやつのことを第五文型という謎の名前が与えられています。そうだから、えー、犬をジョンと名付けるということは犬とジョンは同じですからね。はい、で,でこの形取れるやつ他にも、ね、あってね「カー」なんていうのが取れますね。「カー」って言うとまあほら電話するとかが有名ですけどそれだけじゃなくて「ケン,ン,、ね、ンは自分の犬をジョンと呼びますよ」っていうやつです。これも、はい、ジョン 犬と犬は別物ですからね「ね、はい、王になって「ジョン」と呼んですのケね、は,い、犬,は犬を「ジョン」と呼んでますからね「ね SVOC」ですね。と、はい、いうやつです。だからこの「ネーム」と「カー」ですねこの2つをまずは覚えてください「SVOC」って言った場合にこの2つがよく出てくる。まあ他のねやつも結構あの参考書とかに載ってると思いますけどまあ ほとんんど使いません名詞が2個並んで SVOC になやまはまずはこの2つを覚えましょう。で、具体例で覚えましょうね。ケン named his dog John. ケ n calls his dog John。ね。はい、ね。犬をジョンと名付けましたよ。はい。犬をジョンと呼んでるよ。っていうここだけ覚えればいいですね。うちの隣の家に住んでた犬の名前もジョンでした。ね。はい。どうでもいいですね。うちの犬は小竜でした。<laughs> どうでもいいですね。2代目はヤムチャでした。 はい、だまずは SVOC の C のところに名詞が来るやつですねネームと Call っていうのを覚えてください、はい、まずこの2つを覚えようでそこでネーム OCCallOC OC と記憶するんじゃなくてさっきの文が出てくるようにしてください his dog, まあ別に自分の,あの犬の名前とかさ猫、ね、の名前入れればいいですからね I named my dog んとかとかってね言えー、入れ,ればいいですね、はい、そういえば隣の家の2代目はチャウだったな どうでもいい、ね、はい空欄に入らないのはどれでしょうですね。はい。いいですか入らないものですから入らないのを選んでくださいね。さあ、But left found made。さあ、どれでしょう、えー、まず、Ken ですね。同じです。いつも通り、こうなりますね。で、はい、同志って、で、後ろに、はい、The door って書いてますから、Ken と Doa はですね、イコールなわけないですね。Ken さんと Doa さんは別物です。 でその後ろに closed っていうのが来てますね。こうやつ何ですか closed ってでいや動詞なのかなって思ってる人多いかもしれないですね。まあ確かに closed 閉めるっていうのはあるんですが実は closed っていうのにはですね形容詞で閉まっているっていう意味があるんですよ。でここに形容詞が出てきてるわけなんですがはい形容詞の働き覚えてますか ?2 つありましたね。なんとなんでしょう,そう名詞を修飾するってやつと 保護になるっていうつつのやつがありますね。で今回どっちかなって思った時に「え知ってますよどうせ今回 SVOC なのか C なんでしょ」まあその通りなんですけどねあのね基本的に形容詞っていうのはですね一語の場合前から後ろの名称を修飾します。んえ覚えてますか pretty girls って言った場合にそう前だったよねこれね「GirlsPretty」じゃなくて「 こういういうに前から後ろの名詞を就職しましね。そして今回どうですかこの形容詞そう後ろにいますよね後ろにいる場合は基本的には C っていうものになるんだと思ってくださいはいですね1号の形容詞は前から後ろの名詞を就職します就職してない形容詞のことを保護っていうふうに言いますねでただこの形を取れないのを選択肢の中から選びます はいえー、まず最初「えー、but」ってやつですけど、はい、こいつはそう第4文献のとこに出てきましたね。はい、で「but the door closed」なんていうふうには言うことはできませんこんな表現はありません。で次「I left the door closed」っていうのはこれまあ leave 後でもうちょっと詳しくやりますけどそのままにしておくって意味です。そう leave ってね結構厄介なんでいろんな意味があるからさ このえー、どこどこ出発するとかさ意味いろんな意味があるでしょで厄介なんですがそうドアをしまったままにしておくっていうんですで、えー、大丈夫ですこれ OC のままにしておくでこっちがファ u ンドですねファインドってやつですかファインドは O が C だと分かるっていう意味になります、えー、なんでああドアが閉まっていたと分かったってことですね はい、ああそうね「見つける」っていう意味もあるからねちょっとねややこしいんですけどはい続いて「メイド」ですね「メイドドアクローズ」だったらはいドアを閉まった状態のままに無理やりさせる的なねこうさせてましたですねドアが閉まった状態にさせてたよっていうような感じになります。 文の、ね、形のことを文系っていうんですけど文系によって意味が変わっちゃうので結構厄介なんなそのねリーブは出発するとかさ残すっていう意味があったりさ、ね、そのままにしておくとかっていう,そう形が変わる意味があるそうファインドも見つけるだったり分かるだったりメイクも作るだったりそうさせるオーガシーの状態にさせるとかっていう風にに、ね、形が変わると意味が変わるので文系ってものが重視されて教えられてくるのはそういう理由なんですよ。 ねはい、SVOC 形容詞ってやつです、はい。C が形容詞になるキャラクター、ね。まずはこれぐらいを覚えましょう。SVOC の C の位置、名詞取るやつ、そして形容詞取るやつだけ覚えましょう。他のやついっぱいありますよ。いっぱいあるけど、とりあえずまずはここだけを覚えていきましょう。はい、では、えーね、覚えてません、ね。Find は O が C だと分かるとか、ね、させるとかね、こういうやつです。で、具体例とともに覚えますね。はい。I found the story true. ね、その話が本当だと分かったってやつですか。ね、はい、後ろにストーリーが来て、ね、あま、ま i は主語にしかならない、はい、found the story。で、はい、形容詞、一語の形容詞だけど、後ろに来てますね。これですね。はい、なんで、えー、o が c だと。 かかっっったたなんて、えー、その話が本当だと分かったってやつ結構ねこれファンドが見つけてただからあ「その話を見つけた本当に」とかってね勝手に訳しちゃう人いますからねはいだからここ「分かった」って意味です「見つけた」って意味ではないんですよです、ね、ちゃんと分かってくださいね。はい次です。The dog made her happy ね,そうねなんかねこう家で全然会話がないみたいですね。 でもある時野良、ね、犬がやってきてです、ね、それによって家族のだ乱のきっかけが生まれたみたいなね、そんな感じなんですが、ね、私たちはハッピーなんです。はい、だから、O o C にするっていうね。なので、はい、私たちを幸せにしました。その犬のおかげで私たちはハッピーになりました。ってやつです。国立大学の和訳問題とかでもファインとかメイクとか気をつけないといけないわけですね。 でこれも気をつけてください。ドアを開けっぱなしにしたっつって、ほら、オープンって動詞あるじゃない。だから動詞だと思ってダメです、これね。形容詞なんですよ。ね、キープはここの位置に動詞なんか置けないので、I kept the door open っていうのは開けっぱなしにしておいたってことです。ね、で、I left the door open これもそうですね。はい、ドアを開けっぱなしにしておいた。っていう意味です。 で、えー、ニュアンスの違いとしては、まあ一応あるので言っておきますね。えー、keep the door open っていう方は、まあ意図的に開けっぱなしにした感じです。keep ですね。保つってね。それに対して、えー、left the door open、leave the door open ってことですから、えー、leave の方はほったらかしにしてる感じですね。 そのまま放っておく、まあ、リーブによってはそのほったらかし感っていうのがすごいあるんですよ。ね、この、ほら、リーブって出発する、出ていくっていう意味でしょ。出ていく、ほったらかしみたいなね、えー。そういうニュアンスがあったりとか、任せますよ、あなたにとかっていう意味があったりするので、ほったらかすみたいなね。そういったニュアンスがあるので、で、これもドアをほったらかしとくですね。ドアを開けっぱなしに、ね。だから最初から開いてて、ああ、オッ OK、それではい、そのままみたいな感じです。それに対して上は、意図的にまんまにちゃんとしておくっていうようなニュアンスになります。 はい今日の英単語ですね。オープンとクローズってめちゃむずいってやつです。日本人にとって <laughs> かなり大変なんですよ、これね。気をつけてください。で、オープンっていうのは、そう、動詞、形容詞、2つあるんですねで。クローズっていうのは、そう、動詞。まあもちろん、形容詞の場合、クローズ近いっていうね、発音も違っちゃいますけど、っていうのがあるんですが、ね、これね、意外と難しいんですよ。そのお店、は空、い、いてるよって何て言いますか はい、The shop is open is って言いますね,、はい、ねお店開いてるよじゃあ逆にお店が閉まってるよだったら「はい、The shop is closed」って言います、はい、これ間違いないわけでくださいねそうどちらも形容詞です、ね、まあほら文型とかっていうやつだと SV で形容詞微、はい、動詞の書類に置かれるやつ、はい、そうそうそう C ってやつでしたねそう形容詞単体の場合は C 名詞を就職しているもしくは就職してないやつのことを C っていう、ね、でだこれも「shop is closed」っていうふうに同じです まああの受け身とかって習っててね閉められているとかってね思う人もいるかもしんないですけどいいですこれで形容詞だと思ってくださいそう形容詞はですクローズではありませんいいです、ね、だからお店にさしょっちゅうさあるじゃん看板オープンってねこれ開けって意味じゃないですからね開けろじゃないですか、ね、開いてるってやつですで日本のさ看板さ「クローズ」って書いてるのめっちゃ多いでしょ閉めろってこと でオープン、クローズでこうひっくり返すやつ。これだったら開けろ、閉めろ、開けろ、閉めろって書いてあるわけですよ。違いますからね。ねオープンで開いているっていう意味ですから、だから後ろクローズじゃダメなんですよ。ね、だから後ろはクローズドじゃないといけないんですよ。ね閉まってますよ、閉店してるとこですよっていうふうにならなきゃいけないんですよ。だ気をつけてください。クローズドですかね、これ、ね。クローズって書いてあったら、リー書き足してってください。ね、きっとこう逮捕されますけど。ねはい ね、そうだから気になってしょうがないですね。オープン、クローズ、開けろ、閉めろとかですね。いみたいなねお前がやる仕事だろうとかと思うんですけど、ね、そうあれ閉まっているですからね、これ形容詞ですので。じゃあ、はい、私はでドアが閉まったままに、そのドアを閉まったままにしておきましたって言ったらどうします意図的にですね、意図的にそれ閉まったままにしてたやつったら、I kept the door closed。 入れてくださいねここをクローズにしちゃダメですよ。これ出るんです選択肢にいたりするんですよ。オープンの場合はそのままオープンにしなきゃいけない。オープンドはダメなんですよ。オープンって書かなきゃいけない。それに対して、クローズの方は、I kept that door closed っていうふうにドをつけなきゃいけない。はい、大丈夫ですね。SV 星 O をしかしのままの状態にしておくってやつですねい語単体で 使われる場合は C です、ね、ドアがクローズドな状態にしておく。はいえー、ということでね O を C のままにしておくっていうのがこのキープの使い方なんですがオープンとクローズドが出てくると間違える人がすごく多い、えー、だから当然4択の問題でも間違えるし作文とかスピーキングでも間違える人が非常に多いのでここは確実に押さえておいてください、えー。チャンネル登録と高評価をお願いします では始まりました基礎英文法講座今回はですね5文系のまとめと副詞ってやつです結構ですね盛りだくさんの内容になるので急いでやっていかないといけませんちょっと駆け足でやっていきますよ、えー、まずはい空床に入るのは一体何でしょうってやつですねはい「Broke arrived came to got to」ですねさあ一体どれが入りますか、ね、こんなん知っているよ楽勝だよって思った人と え、これむずいって思った人分かれるんですよ。まず、we は楽勝ですね。主語、主格ってやつですね。主格は主語になる。で、まあいつもの通り、クーランが動詞になってて、さあ後ろのこのホームなんですか？ 知ってるよ家でしょってねいいえ、はい、これが「家」だと思って名詞だって思った人間違っちゃうんですよこれ日本語訳に置き換えるだけの人ねこの「家」って置き換えてでこれ日本語訳全部置き換えたらどれも行けちゃうでしょブレイクの過酷やね家壊した家着いた、うん、家に来たで「ゲッ to は着くでしょかだからあ家に着いたって言ってあどれも言えちゃうそれじゃダメなんですよこの「ホーム」ってやつなんですが気がつかないですか数えられる名詞が出てきた場合どういうのが作ってたか覚えてますねそうですね あとかさだとかそういうのがつくはずですね。ついてないですね。なんでついてないと思います？筆者の気持ちがとかってね関係ないですよ。この本は実は副詞なんです <laughs>、はい。副詞の働き覚えてますか？そう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 。名詞以外を修飾するってやつですね。名称を修飾するのは形容詞。で、名詞以外を修飾するやつなんで、だからこいつは名詞じゃない。だからブレイクっていうのは家を壊していきそうですけど、そう名詞が必要なんですよ。まあいわゆる他動詞ってやつね。 他の名詞が必要だからダメで、同じように、come to とか get to だった場合、to っていうのが、そう前詞ですね。前詞は何の前に置かれるんでしたそう、名詞の前に置かれるでしょ。だから、副詞だから、ダメ。名詞が後ろにないよ。だから答えは、ね、副詞をそのまま置いてやれる arrived。まあ、自動詞ってやつね。自動詞の arrived が正解ですよ。で、副詞っていうのは、まあ、いろんなタイプがあるんですよ。こういった場所を表すやつがあったりとか、 もで、すさらにこの時間を表す副詞って、ね、today とか yesterday、昨日ね、tomorrow、明日とか、そういうのが非常に厄介ですね。はい、We arrived home a r e y っていう風に、この形で覚えてください。じゃあ他のキャラクター、ちょっとブレイクは使えないですけど、その他のキャラクターだったら、他に何て言います家に早く来たよ、家に早く着いたよだったら。 We came home early. こういった形で「To」入れないで使ってください。そして「We got home early」っていうふうに使えばいいわけです。そういいですね。だからこれ家をゲットするじゃないですかね。家に着いたって意味です。それはホームが福祉だから。だからこいつは着くっていう意味なんですよ。気をつけてね。それは間違いやすいんですよ。これね。「came to home」「get to home」って言っちゃう人がすごく多いんですじゃあここ福祉じゃなくて名詞に変えてみましょうか。学校に早く着いいたたっっていうのだったら どうなります？こいつら使って作ってみてください。はい、そうですね。We arrived at school early っていうふうに言えますね。学校に早く着いた。はい、学校に早く来た。So we came to school early. Come to ですね。to が必要。そして。 we early got to school to っていう,ふうににが必要になりますね自動詞があって自動詞の後ろに前置したす名詞がある形にしてやればいいですでスクール覚えてますねそう「e とか「at とかつけないでくださいね「あ i ved at the school」とかにしないで、ね、そのまま無関して使ってくださいね「あ i ved at school」ね「at だけじゃないですから「まあ r ived at the station」とかって言えるんですけどえ後ろに「東京」とか「町」の名前とかね「都市」の名前みたいなのが来るときは「in」に変わりますね あとは国名とか、ジャパンとかね。そういうときは、アライブインに変わりますので気をつけてください。まあ、いずれ全自身もやりますけど、まあ、よくね、アッは1点に対して、in は空間的に広いんだ。だから広いところにはとかってよく言われるやつですけども、具体例を覚えちゃえばです、ね。アライブで Tokyo っていうんだから、r i アライブで p a r i スって言うだろうな。アライブでイン・フランスって言うだろうなって分かりますよね。 そうだから、具体例を覚えてください。arrive at school, arrive in Tokyo, arrive in Japan というふうに覚えれば OK です。同じように、これも具体例で覚えちゃうよけです。So、arrive home, come home, get home っていうふうに覚えれば、ホームは福祉だっていうのを覚えてなくても使えますね。でね、we went home とか、家に帰ったってやつですね。これも went to home にしないでくださいね。こういう、to つけちゃダメだよ。福祉だよっていうやつが問われるんですよ、結構。絶対 to はダメだよ。 明日まだ,だよみたいなですねえ絶対覚えておかなきゃいけないやつがあるんですよ。その他のキャラクターを覚えていきましょう。はい、まず、there と here ですね。めちゃくちゃ厄介ですね、これね。the went to there, go to there, come to here って言っちゃう人いっぱいいますね。だから気をつけてください。必ず覚えてください。we went there,、ね、we came here。そこに行ったよ、ここに来たよっていう風にね、え覚えてください。So、there, here, そしてあるっていう風に覚えて あと、あれやめてね辞書を見たら名刺も載ってましたよとかですね、どうでもいい例が言ってくると、知ってます、そんなの。これでちゃんと覚えてください。go there, come here っていうのを覚えてください。はい、次。これも多いですね。結構やっぱり英作文で海外に行く話ってよく出てくるんですよ。留学とか旅行とかね。そういったときに、これね、we went abroad。海外に行くって、これ、went to abroad って書いちゃう人がすごくいっぱいいる。 Go abroad なんで気をつけてください、まあ、あと発音ね、road じゃなくて brad っていうね、あの音だっていうのもちょっと重要だったりします。いずれやりますから発音は。で、oversize ですね。これも go overseas なんですよ。we went overseas って言いますので気をつけてさ went to overseas じゃないですね。だって s ついてくからさ、名詞感も半端ないでしょ。でもこれで。 副詞なんですよ全知詞のねオーバー的なものが C にくっついたっていう感覚です。で似たような感じでこいつらですね。We went upstairs.We went downstairs.We went underground ってやつですか Upstairs っていうのは上の階に行くってやつです。Downstairs っていうのは逆に下の階に行くってやつです。s t a i r s っていうのが階段なんですよ。これもね階段っていうので Stair って書いちゃうと結構いいんだけど Stair s ですからね S つきますので間違えないでくださいね。階段ってほら スステテアアズななわけでですすよよだっったら1段になっちゃうんですよそれに対してこうやって階段っていうのは複数段があるのでだからステアーズでもともとはこのアップっていうのがこのステアーにくっついたですねダウンっていうのがこのステアーの前にくっついたみたいな感じです。 似たような感じで、underground っていうのもそうですね。このグラ u ンドっていうのに、under がくっついてるっていう、そういう状況です。The、under 下にっていう前置がありますよね。で、r o u n d っていうのが地面ですから、その地面の下っていうことですね。それで地下っていうことです。最後は、we want downtown っていうやつですね。はい。これ、go downtown ですね。これもダウンとタウンがくっついてるわけですけど、これも go to downtown とかって言わないけど、で、ダウンタウンって何ですかあ、ダウン知ってます。下ですね。タウン、町ですね。下町です。ってね違いますからね。下町じゃないです。ダウンタウンって繁華街のことですからね。<laughs> あなたが住んでる地方ではダウンタウンエリアがめちゃめちゃやめましょうはいええー、ね東京だったらでもねすごい繁華街のところになりますのではいゴーダウンタウンで覚えてくださいゴートゥーダウンタウンにしないでくださいということでこういうね厄介な福祉であとまあもともと全地的なものがくっついててねそれで福祉になってるっていうキャラクター結構ありますので知っといてくださいはいでは次の問題いきますねさあどちらかのではありませんどちらにも入るやつですねさあどれでしょう いきますよはいじゃあまずバですねはい by の過去形ですね上で大丈夫ですねこれね「ケンバイミーサムフ私に、ね、おわにさんに3層でしたね私にフードを買ってくれたよっていうのは問題ないですねでその下は「フードは問題ないですねケンがフードを買ってくれた」でも「レディ」ってこれどうなっちゃいます、ね?「レディ」って何しそう形容詞ですねで形容詞は名詞を修飾するが保護になるはい今回は一いの形容詞は前から後ろの名詞を修飾する後ろに名詞がいないから ってやつですね、Buy、はこんんな形取れません後ろに名詞形容詞って形で基本は取ることはありません同じように鮮度もそうですねセンドミーサムフーは問題ないです言えけどセンフードレディとは言えないプレペアーなんか言えそうですねプレペアーミーサ食事準備してくれたって言えそうですけど言えませんプレペアードフードレディも言えません言えるのはゲットだけなんでがが正解です, Can get me some food? ですねはい私にフードをゲットしてくれたよっていうこともできるし ケンガフレディっていう風に言うこともできるすね食事を準備してくれました SVOC っていうのの形も取ることができますあの全てのケオシ取れるわけではないですよ Get なんとかレディっていうのはよく使う表現なんですけどああ Get SVOC 取れるんだ覚えて何でもかんでもケオシ入れられるわけではないので注意です だから具体例やっぱね知らないといけないんですよはい prepare の場合はこんな風に使います we prepare some food for you for 人っていう形になります prepare food 食事を準備するっていうと日本だとテーブルの準備をするみたいなイメージが強いかもしれないですけど料理してるイメージ持ってくださいね prepare food、ね、トイックとかでも非常によく出てくるんですけど、えー、料理するっていう意味で登場します はい、それでは今日の英単語「ゲット」についてやってみましょうえ e ゲットね実は今までの講座の中でさまざまな形を紹介してたって気がつきました最初はい「ケンが the station はいどういう意味ですかそう「ken は駅に着いた」ってやつね2個目は「ケンが angry」これ第2文献のところでありましたね怒ったって意味ですね怒ったかなってですね <laughs> 次が「ケンがさんふう」っていうのはそうそうそう「ゲットした」って意味ね皆さんが一番よく知ってるやつですねでこれ文献っていうのを一応取ってやると To the そう、前置詞足す名詞ですね。前置詞が支えてやってますね。先生によっては、これは全知足す名詞っていうのは就職語になるよ。だから M だよって教える人もいます。え、アマゾなんですか違いますよ。えー、森田、違いますよ。マリファイーっていうね、就職語って意味なんですけど、知らなくてもいいです。はい、前置詞足す名詞、塊だと思います。はい、次は、Angry は何しそう、形容詞ですね。形容詞は、そうですね、えー。名詞を就職するか保護になる。今回は。 就職するるる名いいいなななから保護になるとがという風にとがうで次はサ m e f o ですね。県と食べ物はイコールではありません。イコールじゃない名詞のことを目的語っていうと。でそれぞれがまあ一応第一文系第二文系第三文系ってなってるんですけど意味が違いますね。そうなんですよ。形が変われば意味が変わるんですよ。じゃあ他の例ね。はいこいつは県がミスサムフードはそう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 。第四文系ってやつでなりますね。はい、私にフードを ゲットしてくれた、してあげるとかしてくれるっていうのが第4文系ってやつですね与える系義務みたいな意味になるよっつったね、まあ、ただこれほら逆にするとどうなんでしょう O1 と O2 を逆にするとが some food for me っていうふうになるんだってやりましたよね覚えてますかで最後 Got <food> ready. さっきやりましたねフードの準備をしました O を C にするってやつですでこれがまあ第4文系第5文系っていうお名前がついてるで文系が変わればそう意味が変わるだから 日本で文系っていうのが重視されるわけなんですよそんなんできたって喋れないじゃないかまあまあまあその気持ちはよくわかりますでもこれ知ってるといろいろ役立つことがね後々出てくるんですよ O1 O2 の形とったらだいたい上げるって意味ここに全然あなたの知らない単語が出てきても上げたんだなっていうのが推測できるわけじゃないでまあいずれね第5文系についてはもうちょっと詳しくやるけど第5文系もやっぱ似たような意味がねたくさん出てくるんですよ第一文系だったらだいたい全紙がそれ移動するのかとかそこにあるよとかいるよとかっていう意味になるっていうのを教えて くれるんですよ「Live in Tokyo」っつったら「あ in」ってなんか中にだからあそこにいるんだなっていうふうに分かるし「Go to school」っったら「あ、to」で移動するんだなとかね。 そういうのがわかるようになったりするし、S. V. C. だったら、なんとかのままであるとか。になるっていう意味になることが多いので、この形取ってるから、ああ、ここはこういう意味だろうなって推測できたりするわけです。ちょっとで第三文型は無理じゃなんですよい、山ほど意味があるので、推測はなかなか難しいんですけども。第三文型以外の動詞であれば、推測するときに役立つんですよ。読んでるときに、わかんない表現に出会っても。こいつを知っていれば、役立つよっていうことがあるんです。だから、伝統的に使われるんです。まあ、もちろん、ただ書いたり、喋ったりするようになるってわけではないですから。具体例を覚えていかなきゃいけません。ただただゲット形容詞で覚えたり。 とか svo c てて覚えてもダメですどういうキャラを取れるのかって知っていかないと使えるようにはなりませんだから伝統的な日本でね習ってる文法もとても大事だしこうやって世界的にね習うどうやったら使えるようになれるのかっていうのも大事です両方やっていってきちんと文法も理解するしそして使えるようになるこれを目指していきましょうはいいいですね、はい、ちょっと髪の毛がずっとピンってなってますけどはいこの動画良かったらですね高評価チャンネル登録よろしくお願いします <music>